今日のベイライはゲストが登場。7月から単独ライブツアースターファンタジーをスタートさせる流れ星の2人が駆けつけてくれます。でもただで宣伝はさせません。そうだ、2人へとっても恥ずかしい企画をご用意して手ぐすね引いてお待ちしています。待ってるよ。4時からはバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあこの後4時からですがザ・ベイラインとなります。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はいどうも、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はゲストが来ます。そうなんですよね。まあ面白いか面白いないか分からないんですけどね、あのお笑いのね2人が来ます。お笑いの2人、ちゃんと紹介してあげてくださいよ。流れ星っていう人たちが来ます。流れ星さん、どこかで聞いたことありますね。そうですよ、そうですよ。ベイラインファミリーとも言えるあの2人、まあ面白いか面白いないか来てみないと分からないけど、そうお二人でいらっしゃるんですよね。そうです。あ、それは懐かしい。なんか宣伝しに来るっつんでさせないようにしようかと思ってます。ちょっと意地悪します。結構あの山田さん身内には厳しいタイプですね。その通りです。正解ということでね、はい、あのメッセージテーマはあれです、あなたの意外な一面ということで、メッセージベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。待ってます。はい、じゃあこの後懐かしい話なんかも聞かせてくれるかもしれないですね。もしかしてね。はい。はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、どうも。この後は懐かしのベイラインファミリーですね、流れ星のお二人がいらっしゃるということでお楽しみに、この後はザ・ベイラインでお楽しみください。私とはまた来週の月曜日1時にお会いしましょう。ではまた、皆さんちょっと早いけど良い週末を。体調気をつけてね。時刻は午後4時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。山寺さん、はい、今日おしゃれですね。ありがとうございます。あ、そうですか。いや、見た目っていうかあのグリーンスムージー、グリーンスムージー飲んでたじゃないですか。おしゃれだなと。そんなどうでもいい話をこの大事な放送のオープニングで話してもいや、よっぽどあなた今日ネタないんですね。いや、そんなことない。いや、聞いてもらいたいことがあるんですよ。あ、はいはい、この間ね、あの、ま、母の日あったじゃないですか、はい、ちょっと前ですけど、はい、で、ま、ご飯は食べに行ったんですけど、なんかこうお母様とちゃんとしたところに連れて行ってあげれてなかったなと思って、はい、お母様アピールしてくるんですよ、はい、お兄ちゃんは焼肉連れてってくれたなみたいなこと言ってくるから、分かったと思って、私もちょっと頑張って表参道にちょっと2人でランチデートしたんですね、はい、あ、いいじゃないですか、お母様と、まあ、うん、せっかく母の日だからなんかこうプレートみたいの出してもらいたいなと思って、プレート、そう、 あ、はいはい、あれじゃないですか、誕生日の時とか、センキューマザーズな、そう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 、で、だ予約の時にすいません、誕生日じゃないんですけど、うん、まあ、お母さんありがとうみたいな、うん、こうなんかこう出してもらえたりしますかって言ったら、うん、すごい丁寧な対応で、うん、あ、じゃあ当店のデザート盛り合わせと、うん、あの、まあ、デコレーションというかメッセージカードを添える形で用意してもいいですかみたいな、あ、じゃあもうぜひお願いしますって言って、そう、さすがだなと思って行ったんですよ、うん、はい、で母もね、うん、こんな素敵なお店あったんだねとか言って、お昼からお母さんもなんかお酒とか飲んじゃったりとか、あら、テンション上がっちゃって、そう、テンション上がっちゃって、いいことだ、ね、でご飯もね、ちょっとコースで食べて、うん、コースで、ね、最後にそのね、いくらぐらいなのかな、でもその最後にプレ、うん、プレートが来たんですよ。来た、プレートが来た。そうで、お母さんもへ、お願いしてたやつ、プレートまで用意してくれるの、うん、なんてすごいテンション上がってくれ て、 上がって、でそこにね、あの添えてあったメッセージカードを一生懸命今日の思い出って言ってね、うん、こう自分の携帯のところに入れようとしてたんですよ。あ、携帯ケース、そうそうそう、入るようになってるやつ、手帳型だから、うん、ちなみにどんなメッセージカードだったのかなと思って、ちょっと見してって言ってこうお店の人に任せちゃったからね、そうそうそう、ロビン書いたわけじゃないから、はい、でパッて見たら、うん、すんごい汚い字でお母さんありがとうって書いてあったんですよ。え、待って待ってみたいな、もうあれですよ、男の人がボールペンで殴り書きしたみたいな、お母さんありがとうみたいなことに書いてあって、それはさ、あなた引っ込んだんだから、途中トイレ行く時とかに自分で書くべきでしょう。それでもこちらでご用意してよろしいですかって言われたから、とっても字の上手な方がいるのかなとか、ね、なんかお店のお姉さんとかが可愛く、可愛らしくね、お母さんありがとう、ハートハートみたいな色ペンとか使ってやってくれと思ったら、雑、爪が甘いと思って、そっか、お母さんもしかしてそれ見せない方がいいなと思ったから、すっとすぐしまおうとしたのかもしれないね。違うんですよ、だから私が、え、ちょっと待って、2人で大爆笑、私が笑ったら、え、これあんたが書いたんじゃないのって言って、こんな私聞いた字汚くないでしょ、娘の字知らねえのかと言ったら、いや、あんたもそこそこ字汚いけどねとか言って、ほわ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 、そう、いや、私じゃないよ、お後がよろしいようで、そう、そんなことあんまり変わんねえじゃんっていうことだったのね。
そう、でも、まあ、最後はそんなことがあったけど、ちゃんとお母さんのね、いつもありがとう伝えられてよかったなと思って、お店の人にはチって言ったんでしょ。言わないですよ、ね、そこまでは全部良かったんだけど、さすが気の利くおしゃれ店の最後字の汚さにチって言って書いたんでしょ。言わない、誰が書いたんですかこれ、いるにしやせや、クレーマー山寺さんだったら言うと思いますよね。俺めっちゃ切れる、いや切れませんよ。ありがとうございました。それもね、そんなことがありました。山寺さんはちゃんとやりました、母の日大丈夫ですか。僕ちゃんとあの母にその日会いに行って、まあまあもうお花ぐらいですけどね、お花ぐらいですよ、あとはそうお花ぐらいですいやおか嬉しいですよねお花でも別にいいからって言われて会いに行くことがいい。あ、当日にで母の作った料理を食うっていうね、一緒に乾杯する、まあいいですね、それも一緒にイーグルス戦見て喜ぶっていうね最高の、これが母親幸せの形、ね、はい、ありがとうございま す、ね、すいません、持ち上げますけどね、皆さんどうでしょうかさあそれでは今日のメニュー紹介しましょう。4時台はバズった山寺でございます。芸能スポーツに限らず、ネットニュース、ツイッターのトレンド、うん、売り切れ続出の新製品など、とにかくバズってるものを幅広くピックアップしますので、皆さんもそんな情報を知ってましたらぜひ教えていただきたいと思います。はい、アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までです。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、さあそして5時台はね、すごいゲストよくこの方々はね来てくれる、いやすごい、すごい、ものすごいゲストですよ。緊張してます。はい、流れ星です。なんかちょっと落とさないでくれ、言い方、そんな言い方に悪意がありますよね。大人気の流れ星ですよ。そうですよ、あのひじ神様とかやる、そう、あの流れ星ですよあー、ありがたや、ありがたや、ギャグをいっぱい持ってるやつとそこそこイケメンの天然のやつのあのコンビの流れ星が山田さんも仲良しのね、7月から単独ライブツアースターファンタジー開催するということで、ね、来てくれます。まあでも単独ライブツアーの話は一切しないようにしようかなと思ってますけどさあどうなることやら。どうそしてね、流れ星2人の意外な一面を探っていこうと思うんですけどもね、うん、皆さんもあなたが見つけた誰かの意外な一面を教えていただきたいと思います。はい、そして6時台はこの人、街の面白スポットに新スキボス街角 DJ しまちゃん登場です。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきお、ワイルドに見せかけて実は体毛がめっちゃ薄いユキオです。知りたくなかったな、その情報。そうなんだ、ツル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 だろうね。ちょうど今の時間ですね、雲をかき分け西の空から太陽降り注いできましたね。気温22度です。あ、過ごしやすいって感じですかね、うん、気持ちいいですよ、ね、あ、ヤガちゃん早速、はい、あの吉岡さんのライブはぐるっと行ったらしいですね、はい、あ、そうだ、先週なんか早いね、行きましたよ、島ちゃんが行ってくれたからそこでもう絶対行くっつって本当に行きましたね。今まで行く行くって一回も行ったことなかったのにね行く行く詐欺ですよ。そんなことないよ、行く行く詐欺出るだろ全ての店それはそう、いや結構盛り上がったんですか。いや、もう盛り上がっちゃってね。あ、よかったよかった。友人たちね、先輩とかも連れてったんだけどみんな喜んですごい楽しかったです。島ちゃんいいレポートありがとうございました、ね、また何か見つけておきます。よろしくお願いします。さあ、ご時代意外な一面ということですけども、6時代ね、はい、意外な経歴の料理屋さんを紹介したいんですね。ほう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 、でなぜそこへたどり着いたのかをちょっと探ってみたいと思います。意外な経歴、ね、6時です。なるほど、わかりました、ね、じゃあ島ちゃん6時代よろしくお願いします。お願いします。ね、そうなんですね、吉岡武史君ね、はいはい、これで出てくれてその店行ったんですけどもね、そこで言われました、山田さん、あの俺たちの中継と島村さんと終わった後に入ったわけで、仮面ライダーガイアの吉岡武史さんの店って言ったらしいウルトラマンガイア、僕仮面ライダーガイアっつったってその後がっかりしたって言われてね、ちょっとダメじゃないですか。武史さんからダメ出しもいただきまして謝っときました。よかったです。今日はそんなことないようにしっかりと放送したいと思います。よろしくお願いします、はい、そして6時台はクックロビーもございます。夕食時に簡単に作る一品を紹介するので、皆さんね、ツイッターを見て美味しそうと思っていただけたら、よかったらリツイートしていただきたいなと思います。内容盛りだくさんでお送りします、水曜ザベーライン。まずはこの時間、あなたの周りで話題になっているもの、バズっているものを教えてください、うん、そして今日プレゼントもございます。オープン1周年を迎えた舞浜イクスペアリ店でスペシャルイベントを開催中のレッドロブスタージャパンからロブスター無料券5名様にプレゼント。これは嬉しいでしょう。ロブスター大好き。レッドロブスターでロブスターをいただけちゃうわけですよ。これ最高です ね、 ねえ、プレゼント欲しいよって方は、はい、お名前、ご住所、お電話番号明記の上、メッセージをベイラインアットマークbayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までたくさんのご応募お待ちしています。はい、さあ今日のオープニングナンバーね、もうイントロ聞こえてきておりますが、うん、ビーズの最新曲いきたいと思います。昨年のデビュー30周年を経てですね、新たな気持ちで制作に取り組んだという待望のニューアルバム、ニューラブを本日リリースしました。その中からリポビタンデーのラグビー日本代表応援ソングとなっております。お送りしましょう、ビーズ、強者走る。
ビーズ、つわもの走るに続いては、先日 PV が解禁された米津玄師の最新曲、6月7日公開の映画、怪獣の子供の主題歌です。米津玄師、海の幽霊でした。さあ、水曜 B ライン、今日この時間は、第二東京弁護士会所属、弁護士法人響から、弁護士の西原和俊さんとお電話がつながっています。西原さん。よろしくお願いします。早速ですが、今日は弁護士法人響でお受けした過払い金請求の例をご紹介したいと思います。お願いします。はい。ある審判会社で、2018年まで約13年ほど取引があった方の過払い金の調査を行った例です。この方は、ご相談にいらした時には完済をしていたのですが、調べた結果59万円の過払い金があったことが分かりました。過払い金はいつまでの借り入れが対象となるんですか？2007年頃までに借り入れをした方は過払い金がある可能性が高くなります、うん、このお客様はその当時からずっと取引を続けていたので、完済したタイミングで過払い金請求を行いました。過払い金が発生する対象の時期に返し終わってる必要はないんですよね？そうなんです。もう一つご紹介すると、ある消費者金融から12年ほど取引があった方の調査を行った時には133万円の過払い金があったことが分かりました、うん、133万円ですか？そうなんです。利息だからそんなに払いすぎていることなんてないだろうと思っている方もいるようですが、うんうんうん、実は人によっては高額になっていることもあります。そうなんですね。でもこんなに高額な例を聞くと、過払い金が出ている人ってすごくたくさんお金を借りていた一部の人のことなんじゃないかって思ってしまいませんか？確か借りた金額に関わらず、法律の上限を超えた金利で借り入れをしていたことがある人には誰でも可能性があるんでしたよね？はい、おっしゃる通りです。ただ自分の毎月の支払い額は把握していたと思うんですが、自分の金利が法律の上限を超えていたかどうかまではなかなか気がつかない方の方が多いんじゃないでしょうか？そうですよね。自分に過払い金があるか確認するにはどうしたらいいんですか？まずは弁護士法人響に電話をしてください。電話でも過払い金がありそうかなさそうかをお伝えすることができます。正確な取引内容を覚えていなくても大丈夫です。お電話は 0120-66-1234 0120-66-1234 まで、朝9時から夜9時までお電話を受け付けています。電話でも可能性がわかるんですね。はい、ですのでどうしようかなと悩んでいたら、まずは弁護士法人響へお電話ください。それなら聞きやすいと思う人は増えるかもしれませんね。ではお問い合わせ先をもう一度お伝えします。 0120-66-1234 0120-66-1234 弁護士法人響です。西原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 Thanks for listening. This is the Bayline. さあ、4時台はこのコーナー、バズった山寺、たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。このコーナーでは芸能ニュースから SNS 話題の商品、今バズってるものを幅広くピックアップしていきます。今日気になったのはこちら。大坂なおみ全仏オープン逆転で初戦突破。テニスの全仏オープン女子1回戦、世界ランク1位の大坂なおみ選手は90位のスロバキアのアンナ・シュミエドロバ選手と対戦。第1セットを0対6で落とし、序盤苦しみましたが7対6、6対1と取り返し2回戦に進出となりました。続いてはこちら。東京オリンピックチケット半日延長。本来であれば昨日の午後11時59分で締め切りの予定だった東京オリンピックのチケット申し込みですが、午後11時の段階で1時間以上待機している人数が90万人を超えたために締め切りを半日延長し、今日の午前11時59分まで延長しました。あなたは何かの競技のチケットを申し込みましたか？続いてはこちら。オリンピックの被る傘、賛否両論。小池都知事がオリンピックの暑さ対策で発表した被る傘、ダサいという反応が多い中、
釣りの世界ではすでに釣り傘として普及しているという声や、いっそのこと時代劇風にしてみてはというイラストが公開されると逆にかっこいいと絶賛の声も集まっています。ラストはこちら。3年前タクシーの中で歌っていたのはあいみょんだった。3年前タクシーの車中でドライバー一人だけのために熱唱するという企画をしていたアーティストが実はあいみょんだったと判明。 MK タクシーの広報担当者が有名になったあいみょんを見てもしかしてとツイッターを調べてみたら本人からのお礼のメールが出てきたそうです。以上です。はい、あ、メールというよりもこのツイッターの返信というやり取りね、うん、いや羨ましい。このタクシーの運転手さんね、無形タクシーでこうやり取りしててね、いやよかったですよありがとうございますみたいなのやってたんだけど、そうそれがその今人気のあるあいみょんだとはずっと気づかんすぎ、そう当時からね、あいみょんって言ってたけど、言ってたんだよね、言ってたけど忘れてたんだね、忘れてたんじゃないですか。タクシー会社の方はね、そうだからつぶやき直してますもん。3年前にタクシーの車内でドライバー一人に向けて歌ってくれたアーティストさんがいたなとふと思い出して記憶をたどってみたらそのアーティストさんがあいみょんだったって今気づいてまして、そうつぶやいてますけど、だからすごいなと思った。これ3年前なんですよね、うん、で結構あのいろいろね、あの弾き語りというか、うん、路上ライブとかもあいみょんさんやってたイメージがあるんですけど、うん、これでタクシーの中で歌うっていう企画をやってたっていうことをびっくりしました。贅沢な時間ですよね。そのタクシーの、ね、方もね、ずっとあいみょんってやっぱずっと ねいつか売れるあいみょんさんがずっと言っとけばよかったのね。ちょっとやらしいですけどね。そうですか。そうですか。あとあれですよ、はい、山寺さん、はい、もちろんオリンピックの申し込みましたよね。というロビンさんは下からそういうなんか上から言ってるんですよね。したんですね。してない。してねえのか。してない。いやーもう忘れちゃって、忘れちゃわないか。絶対しようと思ってダメ元でいいからね。そうなんですよね、今からならスケジュールも抑えられるかなと思って、そうせめて開会式と思ってたのに。私も思ってます。しかもこの半日延長したっていうニュースもテレビで見てたんですよ。なのになんかこう、あ、後でやろう後でやろうって言ってね、これがダメなんですね。もう、生きてるうちにもう二度と来ないですよ東京オリンピック。いやだから今回のこの抽選のねやつの後にもチケットを入手する方法はあるのかもしれませんけどもね、確率はだいぶこれ低くなった。どうなんですかね、皆さんやりました？皆さんどうなのかな。いや申し込んだよとかね、ツイッターでよかったら教えてほしい、メールでも。ね、今日締め切ったばっかりですからね。ねえ、だって今日もう、だってもう今日だもん。もう今日の午前11時59分で終わったわけだから、さっき終わっちゃったから、もう終わっちゃった、終わっちゃった、もうなんとかなんねえかな。スタッフさん、スタッフさんやったって言ってましたよ。あ、やったの。じゃあいいや、しっかりしてる。 もらえないですからねチケット。あとこのかぶる傘ね、はい、皆さんね、映像を見たことありますかね。いろいろありますけど、ね、ダサいっていうので普通にこれ見るとそう思うでしょうなっていう感じがするよね。でもこれ実際にもう売ってるっていうか、釣りやってる方とかね、使われてる方もいるみたいですよ。これはこれでかぶる傘、これどういう時に使うわけですかこれ。まあだからそのちょっと両手を使いたい時とかですよね、その傘をささずに見てる時は邪魔になりますよね。でも、うん、周りの人のね、全員がこれやったら相当幅取りますからね。まあね、よく劇場でね、帽子取ってくださいって言われるのもっとでかいですからね。そうでもね、それを時代劇風にするってね。そう、でもツイッターでね、あのとっとこさんって方がもう、ボランティアの方これでいいんじゃないかなってつぶやいてるのが、外歩く時とかはね、とにかくそうですよね、めちゃめちゃバズってて。でもこっちの方が熱中症対策大変だから、外国人の方にね、受けが良さそうですよね。ね、時代劇このイラストとか見るとね、ここまでやりきっちゃった方がいいんじゃないっていう、かっこいいとなるんだねこれね。確かにどうなるんだろう、はい、気になりますね。これでやってほしいですね。やってほしい。はね、はい、まあいろいろございますけれど、皆さんはどんなことが気になっているのか、はい、そしてね、バズってることを知ってる方、うん、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、もうね、エンタメニュースのことでも OK、 新製品、ツイッターのトレンドなど何でも OK でございます。バズってるものを教えてください。アドレスは bayline@bayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグ bayline をつけてつぶやいてください。さあ、それではここで aiko さんの生をお届けしましょう。6月5日にリリースするシングルコレクション aiko の歌から、私も大好きな一曲です、カブトムシ。ベイ FM リスナー安全運転宣言。この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日はラジオネームエビパパさんよりいただきました。ありがとうございます、はい、駅の近くの駐輪場から
加速した状態で自転車が飛び出してくるので危ないです、うん、歩行者とぶつかりそうになることもしょっちゅう。あら、駐輪場内では自転車を押して歩きましょうという表示があり、それを守っている人は駐輪場を出てから自転車に乗り走り始めるのですが、ルール違反の人は駐輪場内を結構なスピードで走っています。駐輪場の出口まで我慢できませんかということで、あら、ねえ、ね、危ないですよね。ぐらいのね、広さの駐輪場がちょっと分かりませんけれども、確かにこう、スピード出しちゃってる。商店街の中とかでもね、あの押して歩いてくださいって書いてるのに、あの自転車乗ってる方とか見ると、危ないって私もびっくりしちゃうんですけど、はい、駐輪場はね、あの小さい子も出入りしてる場所だったり、そうですよね、駐輪場もすぐ駐輪場もね、うん、ね、注意が必要ですので、しっかりとね、心にゆとりを持って行動していきましょう、うん、エビパパさん、ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バスーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、この時間ですね、エンタメ、ネットニュース、 SNS など話題になっていること、うん、バズっていることを皆さんからいただいております。いただいております。さっきあの、はい、オリンピックの話したじゃないですか、はい、ツイッター見てたらなんちゃんさん、はい、あとハマちゃんさん、カラフルなシマウマさん、うん、あとエンジさんは申し込み忘れたってこう、忘れた方の方ね。そうそうそう、しようと思ってそもそもしようと思ってんじゃけど、しようと思ったけど、そう、忘れたって書いてあって、ね、あんなにあったのにね、ニュースになってからさ、ちょこちょこ取り上げてくれないといろんなところで忘れるから。いや、取り上げてますよ。28日だってまだまだ先だと思ってたのにさ。確かにね、あっという間にだよ。私もそうです。あと、なっちゃんがね、オリンピックのチケット申し込みしたよって書いてますけど、したのか。いや、でも、あの比率で言うとやっぱしてない方の方が今はね、この今だから、もうしてもダメだったって思うしかねえのか。してもどうせダメだったって、そういう風に考えるしかねえのかな。また次の手をね。そうですね。じゃあメッセージも紹介していきましょう。ラジオネームはまちゃんからいただきました。最近巷で話題になっているスナップチャットというスマホのアプリがめちゃめちゃ気になってます。このアプリ、フィルター機能を使って顔を写すと男性顔、女性顔、さらに子供の顔に一瞬で変更できると話題になり、はいはい、芸能人の方も多数 SNS に子供の顔の写真や動画をアップしているので、うんうん、もしよろしければ山寺さん、ロビンちゃんも一度チャレンジされてみてはいかがでしょうかって来てて、これこの間あの声優の仕事のスタジオでやりました。子供のやつみんなでやって、これすごい流行ってますよね。そうですね、みんなあの自分の子供にそっくりになっちゃったとかって言ってた。そうなやりました山寺さん。僕はやりませんでした。本当ですか。さっきね、私ね、あの私実は撮って、あのインスタグラムのストーリーには上げたことがあるんですよ。そうですか。なんだこれって言って友達が教えてくれて、自分のやつ、そうだから投稿してないんですけど、さっきね、あの実は山寺さんがこうあの下読みしてる時にアプリでね、あの勝手にやってたんですよ。勝手にやめろ。おい、やってたの。やめろ。しかもメガネ撮ってるとこやめろ。下ね、すごい可愛いの。ちょっとこっち行きますよ。はい、チーズ。見ます。メガネかけてると、メガネかけて子供になるからな。見て、あのね、ほっぺが前に出るんですよ。だからあのね、かわいくないですか。ほっぺも鼻も丸いのがさらに強調されて。おかしくてしょうがなくて、私これちょっと、かわいい。俺よりはかわいいけど。そうでしょ。この子は顔、この子はこれで嬉しいかな。嬉しいと思う。男なの女の、別にどっちってことない。これはあのそのまんま、だから山田さんの場合は、男だから、これが男の子。まん丸だね、全部が。これ可愛いですよ。あと自分のやつ見せてくれ。私ね、あの保存してないんですよね。今じゃやりますよ。じゃあもういいです。あ、いいんですか。見て、いきますよ。はい。子供ですか。子供になるのはね、あんまり被害がね。はい、男になるの。ああ、なるほどね。でも、すごい。みんな基本的に可愛くはなるんですね。可愛くなるんですよ。ちょっとあの男になったやつやってもらっていいですか。いいですよ。今ね、だってあなたあれでしょ、男装して優勝したことあるんでしょ、なんか。でもね、これそういうイベントで。すごい。あ、待って、行けよ。ちょっとカッコつける。はい。やばい。これね、二人だけ楽しい。これもかっこいい。お兄ちゃんみたいなんじゃないですか。ひげ生えてますよ。はい、これアップします。これアップしましょう。はい、いいですよ。これ、ね、俺の面白くない。ロビンさんが男らしくなって武将髭が生えてる。ちょっとハリウッドスターみたいな感じですよ。
ね、分かった。え、これ私のつぶやきでいいの？番組私でいいか。番組でいきましょうか。つぶやきますね。あ、私、はい、じゃあ今ね、今じゃロビンさんのツイッターで、はい、やりました。ハッシュタグベイラインつけてつぶやきますので、皆さん拡散お願いします。さあ、続いてサトシさんからいただきました。ありがとうございます。エッフェル塔で期間限定で開催されているアトラクションがツイッター上でバズっています。ほうん、高さ115メートルの展望台からワイヤーに取り付けた滑車を使って時速90キロで800メートル先まで滑り降りるというもの。ほう。ね、これジップラインってやつだね。よくいろんな観光スポットにあるけども、ジップラインってシャーとこうね、降りて滑車使って降りていくとぶら下がって、はい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 、ね、やるやつですよ。それなんとエッフェル塔でですよ。エッフェル塔の下のところですね。だから展望台ね、時速90キロ800、あの公園みたいになってるとこずっと行くってことですね。まず115メートルという高さですが、あ、この方ね、サトシさん、はいはい、数字だけだとイメージしづらいので自分なりに調べてみました、うん、115メートルという高さですが、ベイ FA の本社があるワールドビジネスガーデン27階、ここですよ。はい、今27階にいますよ。我々のここ27階とほぼ同じ、はい、海が見えます。ビルから800メートルの距離には ゾゾマリンスタジアムがある。こっからすごいですよ。え、こっからってね、これ我々はね、分かりやすいんですけども、はいはいはい、マリンスタジアムまで、そこまでずっと行くってことですよ。うわ、最高だね。すごい。お二人はどうですか、やってみたいですか。やってみたいですね。やりましょう今。はい、取り付けてください、スタッフの皆さん。そんなね、なんとかなるでしょう、言えば。そんな簡単にできるものじゃないですから。やってみたい、そういうの。楽しいじゃん。これ6月2日までって期間限定で短いんでね、これもうね、申し込みすごいでしょうね。長蛇の列になってることと思いますけどね。いや、気になりますね。どんなところでやってほしい。さあ、ロビンさんのスナップチャットで男性顔にした写真は、はい、ロビンさんがツイッターで上げたんで、皆さんぜひチェックしてみてください。今上げますので、皆さん、はい、あと30秒後に見てください。さあ、皆さんも周りでバズってることぜひ教えてください。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあ、ロビンさんです。 The Bay Line Bay FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bay Lineバズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。先ほどね、スナップチャットってる私もね、今私の携帯でやってみて、女性にしたら本当にね、どっかにいるおばちゃんみたいになって、ね、悲しくなっちゃったんで。悲しくならないで。男が男で撮るとさらに男っぽくなるんですよ。で、僕は男でやったらすごいね、沖縄出身の人みたいな。なんかね、俺憧れの、眉も、で、僕ほら、ヒゲが生えないんで、おっさんもさ、ヒゲ生えて、ワイルド山ちゃんになってる。俺、こういう風になりたかったみたいになっちゃった。男性ホルモン注入みたいになってさ、その方がいいな、俺、女性なんか、その人かわいそうみたいに思ったんだけど。なんか、こういうアプリってね、ちょっとブーム、一回もういいかなと思うけど、久々にやると楽しいんだよね。そしてみんなまたすぐ飽きるんですけどね、これ面白いですね。さあ、はい、ぜひね、皆さん今日はね、プレゼントもございますんで紹介したいと思います、はい、メッセージくださいよ。さあ、オープン1周年を迎えたレッドロブスター舞浜イクスピアリ店では、1周年スペシャルイベントとしてロブスターとじゃんけんして勝つと、その場でロブスターオーブン焼きをプレゼントしています。楽しいですね、ロブスターとじゃんけんですよ。すごい、ね、このスペシャルイベントの開催は本日5月29日、そして6月5日、6月12日の水曜日3日間です。イベントの参加は1組1回、お食事をされる方で SNS への投稿が条件となります。詳しくはホームページでチェックしてみてください。今日はレッドロブスタージャパンからロブスター無料券を5名様にプレゼントいたします。ご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号を明記の上、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYBAY です。もう一回いきますよ。 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までメールでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしてます。さあ、それじゃあ皆さんからのメッセージ紹介しましょう。ラジオネームズートルビから始まるさんからいただきました。僕が今回気になったニュースは、以前山寺さんの代打で水曜ベイラインの DJ を担当されたジョイさんの結婚が決まったというニュースです。代打で来られた時は、うんうんうん、チャラいハーフキャラのジョイさんと、真面目なハーフキャラのロビンちゃんの対比が、山寺さんとの親子コンビとは違った意味で面白かったです。どうぞ末永くお幸せにって言ってます。そうだね、お世話になりましたからね、ジョイさんね、そうですね、じゃあ我々からもおめでとうございます。おめでとうございます。素敵ですね、ね。さあ、続いてこちらトラッカーさんからいただきました。ありがとうございます、はい、滝沢カレンさんは日本語が独特ですが、そうですね、いつだって面白いね、滝沢カレン面白い、インスタの文章も日本語が独特で笑えると人気を呼んでいます。あー、インスタね、インスタの文章、最近最新の投稿は
衣替えのことを書いてるんですが、はいはいはい、この方ちゃんと書いてくれましたので読みましょう。滝沢カレンさんのインスタ、衣替え、うん、カレンのタンスは朝からごった返しです。夏の受け入れ歓迎が戸惑いに変わり、私のタンスが歌う歌うより先に悲鳴を上げています。暑くて朝からコート見たくありません。早く押しつぶしたいです。素晴らしいですよね。面白くしようとしたってなかなかできないですよ。いやそうですよ、なんですかね。暑くて朝からコート見たくありません。早く押しつぶしたいです。カレンさんこう真面目に言ってる感じがね。タンス朝からごった返しです。ごった返しですっていう、ごった返していますじゃない。ごった返しです。しかもね、今山寺さんが読んでる間にインスタグラム開いたんですよ。写真めっちゃおしゃれなの。だからおしゃれな写真にこのシュールな文章ね、綺麗な方ですよ。だって綺麗ですよ。私あの同じクラスでしたから。えちょっと待って、何ですか。同じ学校でした。同じ同学年同級生。会ったことはないんですよね。会ったことありますよ。会ったことあるけど、あのちゃんとね、あの喋ったことはなくても、あんまないけど、学校ではそんなね、あ、仲いい友達とはめっちゃねあれでしたけど、もう美人すぎて近づけないオーラがあったんですよ、高校生の時。だからとんでもない発言するみたいなイメージはなかったの、ね、バラエティーそこまで出ていなかったので、その面白さはまだみんなの伝わってなかった。だから私衝撃だったんですよ。こんな面白かったのって言って。いや本人は面白いつもりなのかどうか分かりませんけどね。確かに確かにね、あのナレーションとか適当にするのも最高ですもんね。大好き、はい、面白いですね、うん、じゃあ、ね、悲しくなったら見ましょう。芸人さんたちにも人気ということですよ。、はい、続いて、はい、ラジオネーム冷凍いちごさんからいただきました。ありがとうございます。吉高由里子さん主演のドラマ、うん、私定時で帰りますで、お母さんが家でしたら父親が何もできず、うん、電子レンジの使い方から洗濯の仕方まで仕事中の娘に電話して仕事に支障が出るというシーンが話題になりました。うちの父親のようというツイートが多数で軽くバズってましたよ、うん、山田さんはもちろん家事はできますよね。できてます。できるに決まってるじゃないですか。私一人暮らしですから何でもできますよ。あ、本当ですか。何でもできるかどうか分かりませんけどもね。何が生活するぐらいはね。何が一番片付けるのが大変ですね。昔から汚し魔なのでね。そうですね、大変、結構荒れてると思います。あれですか、こう雑巾かけたりとかもするんですか。雑巾かけませんけども、カチャッとやってこうやるやつね。あの掃除機、シートでやるやつ、掃除機もかけますけど、シートでやるやつは、はい、あのウェットタイプとドライタイプで両方でやりますよ。意外とこだわり強めな感じ。こだわりって、そうやらないとね。やらないとどんどん大変なこと。猫もいますしね。なるほどなるほど、はい、まあ、それやりますけどね。片付けは大変です。普通だったらね、なかなかできないんですかね、はい、うち親分からいただいております。星野源さんに関して、ほう、うん、SNS のアイコンに自分の写真が使用されることについて、うん、僕個人の思いとしては嫌です、すいませんと複雑な心境を語りました。ほう、この件に関しては今まで一度も言及してこなかったので誰も悪くないと前置きした上で、うんうんうん、曖昧でグレーゾーンな部分だし、みんなやってるから感覚が麻痺してるかもしれないけど、テレビの画面をスクショしてアイコンに使うような行為はそもそもダメなこと、そして紛らわしい。アイコンは自分自身を表現してその人間が見える場所であってほしい、うんうん、そういう使い方をしないともったいない、なるべくならそういう使い方をしてもらえると僕は嬉しいですと語っておられました。星野源さんがね。なるほど。ファンを気遣う優しさを見せながら言いたいことははっきり言う姿勢に称賛の声が上がっており、うん、この放送後星野源さんの写真を使ったアイコンがどんどん減っており、ファンの民度の高さも注目されています。素晴らしい現象ですね。ラメちゃんとロビンちゃんは、ご自身の写真がアイコンに使われることをどう感じておられますか。うん、なるほど。疲れてるかどうかも僕分かってないですけど。あそか、あんま見てないんですもんね。いやいや、分かんないですけどね。あ、でも私もないですよ、うん、あそこに著作権とか肖像権とかってないんですか。まあ、ないと思いますけど、結構みんな やってる方が多いなって印象ですけど、うん、あの、うんうん、私的にはツイッター始めてすぐファンの人が自分の顔をアイコンにしてくれてる方がたくさんいた時は、うんうん、素直に嬉しかったんですよ、うん、ただそのツイート、うん、私のアイコン、私の顔の写真で、うん、なんか誰かの悪口とか書かれた時にこうリツイートとかされて、その別にそこまでみんなツイッターって全部見てるわけじゃないじゃないですか。パッと見た時にな、そういう時になんか、あ、この子がそういうこと言ってたってこう記憶になっちゃいそうで、うんうん、そういうのはやめてほしいなと思いましたね。まあなかなかないですけど。だから星野源さんのおっしゃることってこれね、この中にちゃんときちんと気遣いもあるし、うん、ダメなわけじゃないけどこうしてもらえると嬉しい、そのがいいよっていう提案もあって、ね、素晴らしいね。伝え方が星野源さんって優しいですね。まあ、僕もね、ちょっとこの間のライブでね、ちょっと声の方をやらせていただいた時に、はい、メールすごい丁寧のいただいた時見てもね、あ、すごく聡明な方で気遣いのすごい方だなっていうのを非常に感じましたもの。だからこそああいういろんな作品作りにね、そういうところに来てるのかなって思いますし、
この見解も素晴らしいですね。本当ですね。僕もその通りだと思います。あれの方の方今で分かんなかった。今言ってたことが分かってびっくりしちゃった。どういう風に疲れてるのか分かってね。そのままのっかっちゃった。それと俺の写真をそう、ね、変えろって話だよね。そうですね、20年ぐらい前の写真だったけどね。俺はよくねえな。やり方分かんない。今赤ちゃんのやつ、後でガンちゃんに教えてもらう、はい、赤ちゃんのやつか。男らしいやつにしようかな俺。この男らしいやつ使ったら話題になるかな。いいと思う。はい、さあこの後ですよ。はい、いよいよすごいゲストが登場ですよ。そうですよ皆さん、上げとこ上げとこ。この後ね、もうスーパースターが来ますよ。もうスーパースター、私ももう全てお笑いの、全て世界お笑いの渦に巻き込んでくれる2人が来てくれます。もう会うだけでも、会うことを想像しただけでも、その人たちの名は流れ星です。いやもういじってるじゃないですか。さっきからやめてあげてくださいよ。私は普通にめちゃくちゃ楽しみにしてるんですから。そうですか、はい、ゲストに流れ星登場ということで。そうですよ、意外な一面も掘り下げるということで、皆さんもね、誰かの意外な一面を教えてください。そう、ね、でまあ流れ星にもし聞きたいこともしあるならね、うん、あるならでいいですよ。あると思います。無理はしないでください。あると思います。ぜひね、ほらもう面白い人、面白い人がもうそこに来てる。もういるの。皆さんよかったらメッセージたくさんお待ちしてます。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしております。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあ皆さん、もうね、世界のスーパースターですよ。本当にねえ、すごい。げないで、だって先週の正雄さんというね、うん、もう昭和のアイドル界を代表する時代を作った方が来て、そうでしたね、また今週もものすごいゲストです。続いて、なんとですね、7月13日から何かやるらしい、はい、何かやるかもしれない。この二人です。自己紹介どうぞ。どうも、流れ星の滝上と、ジュエです。あの日の悲しみ、ジュエだから、ちょっとね、山寺さん。やりづらいんで、さすがですよ、もう、リスナーの笑い声がここまでね。聞こえてくるという、もう今日緊張して緊張して、もう先週からずっと緊張して。勘弁してください。どんだけハードル上げてるんですか。本当ですよ。それからこんな気楽なゲストいねえわ。あれですよ、山寺さん先週猫かぶったみたいな感じだったんですよ。どういうこと。先週のね、あのもうそのもうゲストがもうすごいすごい、今まで見たことないぐらい緊張してる山寺さんで、今日はめちゃめちゃリラックスしてだって猫脱いでるの今日。猫脱いでる。面白い面白い人、さすが猫を脱ぐという表現。山寺さん一拾わない。本当に、ね、恥ずかしいことこの世の中ですよ。爆笑王だから。いや爆笑って呼ばれたことないですよ。そうですよ、大好きですもん。もうギャグの数世界一でしょ。まあそうですね、ギャグの数はもう本当世界一じゃないですかね。世界一かでも世界二かどっちなんですか、ね、世界一か世界二か、どちらにしようかな。レッチョイスパーティーナイ。決める気ねえだろ。ラジオで伝わるのかな。大丈夫かな。キレキレです、ね、そんな中衛とポンコツしんちゃんです。ポンコツしんちゃんポンコツしんちゃんポンカツってあのこれ誰も知らないですか。オハスタでやってたキャラね。そうごめんなさい、山ちゃんのこれあのオハスタじゃないんで。本当ね、あとここでは山ちゃんじゃないんですよね。いやいいんで、どうしてもいいんですけど、お前もオハスタのくせで山ちゃんって呼んでるから。山寺さんバズーカさんですね。そうなんですよ、ここではね、ベーライン仲間でもあるけど、この人たちオハスタもずっと出てたんです。そうですよね。だから私はそれをテレビで見てた世代ですから。ロビンも出たことやんだよ。でもあらららゲストではありますけどね、あのそう元アイドルね。そうなんですだよね、はい、めっちゃもっと強調してみるよ。そうそう、お前今もだったらお前ごときがさ。俺も元アイドル見たもんだから。え、何が今変な釘さんちょっと本当に、え、どういうボケ。いやいや、ボケ、うん、大丈夫じゃん。深いボケなんだよ。そうそうそう、だからポンコツしんちゃんって言われてんだよ。すごいでしょ、笑いを生むことなくただただみんなを苦しませるっていう。いやもうボケかどうかも分かんなかったから。本当だよな、ボケ苦しませないで、ね、ごめんね、本当申し訳ないです。いい、先進んでいい。どうぞお願いします。今日はね、流れ星の二人をよく知る方からちょっとアンケートいただいてるんですよ。そうなんです。意外に一面を下げろってことで、だから皆さんもね、ぜひあなたが見つけた誰かの意外な一面、別にあの流れ星のことでも何でもなくていいんで。いや流れ星のことがいいな。そうですよ、意外な一面を教えてください。メッセージお待ちしております。そしてプレゼントあります、うん、オープン1周年を迎えた舞浜イクスピアリ店でスペシャルイベントを開催中のレッドロブスタージャパンからロブスターの無料券5名様にプレゼントいいでしょ、嬉しいでしょ、嬉しいロブスターこれね、欲しいよって方はお名前、ご住所、お電話番号、名義の上、ベーラインアットマーク
bayfm.co.jp、うん、bayline@bayfm.co.jp までお待ちしてます。社名はいらない、社名はいらないよ、何言ってるの、うん、私がメール読んでる時すごい、うん、別に笑うことじゃないでしょ、俺らもあの9年前これ読んでたなと思って読めずにすげえ怒られたなと思って、ね、上手に読むなと思って、あそこにいる人に怒られてたのね、ずっと怒られてましたよね、うん、まあ、アイドルみたいな感じだったからね、そうそうそう、タキエイコ、もう忘れてください、タキエイアイドルだったんだもんね、あの発言も忘れてください。じゃあね、あの今日は意外な一面で、お互いコンビでね、はい、みんなはこうもこういうこと知らないだろうなっていう相方のね一面、もう長いんだもんね二人ね、これはねやっぱりさっき山寺さんも言いましたけど、ポンコツなんですよ意外に。うちの滝上くん、ツッコミやってるくせに、そうですよね、認めてはないですよ、ね、一応イケメンとか言われてんのにね、ツッコミはしっかりしなきゃダメでしょ、ただもう本当にもう天然ボケがすごくて、本当にこの前も最新ので言うと、最新の、あの柱と間違えてカーテンにもたれかかって倒れてました、はいふわっとしたやつ、ふわっとしたカッコつけて、ね、真ん中にねカーテンがあの仕切りみたいな感じがあるカーテンを縛ってる奥に壁ねえのな、でそれを縛ってるから下に見えたんですよ、でこう表がパパパパってなってて、カーテンかいって言いながら床に倒れてましたね、たくさんの人に見ててほしいな、やばいですよ、教えてくんないと、基本やっぱり天然というか、うん、常識はあんま知らないものを知らないんで、去年もね、去年の年末とかにロケで自己紹介ギャグで、はい、中英がさっきもやった、うん、あの日の悲しみ中英ね、もう言ったらもう米津玄師さん、はい、もうレモン、レモン誰もが知ってるやつじゃないですか、知ってます、これやった瞬間にこいつが、うん、誰の歌だよって突っ込んだんですよおかしい、嘘でしょ、地獄でしょちょっと待って、それあのそれを初めて聞かされて、いつの話それ、俺が知らないってことはみんな知らないよって言います、去年の年末ですよ、嘘でしょ、はい、去年の年末ってだってもうその時ね紅白出る出ないでね、一番のまあまあそうですね、いやもう再生回数世界ね、世界レベルのやつだよ、まあそうです、俺モノマネでやろうと思って練習してたもん、それぐらいそれぐらいも世に浸透してますよね、あれだよ歌、あのブルーハーツしか聞かないんだよやっぱりいや知らないですけど、ブルーハーツに迷惑かかる、ヒロトさんに迷惑かかる、やめろ、好きって言うのやめろ、迷惑かかんないでしょ別に、好きって言うのやめろ、それ以上のものに使わないいいでしょ、はい、すごい誰の歌だよっていうギャグだとしか思えないよね、いやいやいや逆にそうですよ、誰の歌だよっていうギャグだからね、スタッフさんもそのロケのどっちなんだろうってポカーンってしてたんですよ、そういうボケツッコミなのか、あまあ本当に知らないなんてあるわけないじゃないですか、そうですよね、なのに結構な剣幕で俺に怒ってるし、すごいわ、もっと伝わるギャグだね、それ声優の熊本に似てるわ、なんとかって木村拓哉さんの人らキムタクって誰だよって言ったら、それと似てるわ、いやもうゆくゆくはそうなってきた、野球選手でしょって言ったからそっちのキムタクはしてたのか、今のキムタク知ってるんだよ、ね、どうですか、ね、中英さんの意外な一面ありますか、ね、意外な、まあ、このようにね、はい、意外にトークうまいです嘘でしょ意外にちょっと待って、意外にアホそうに世間は、うん、下手だと思って考えてなかったでしょ、いやちょっと待ってください、山寺さん下手だと思ってるのもおかしいだろいや違う、思ってるって思ってんのってまあまあ分かりました、もうなんかね中越っつったらね、そのギャグでやって、うん、わわーみたいなね、うん、はっちゃけてるみたいな感じかもしれないですけど、うんうん、意外に真面目です、うん、ない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 、何真面目って意外に字が綺麗、ない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 、そういうやつないんだから、あそういうやつな、ネタ帳とかも書き殴っててほしいんですよね、字って何、字って何ですか、いやいやいや、そういうとこなんだ、いやいや、綺麗な字に、逆なのよ、ガンダム、破天荒さ全然ないと思うやつ、俺字って何すか、しかもすごい綺麗な、石俺いつも石を積んでるんですよ、あの一番って綺麗に書いてガンダムかっこ変な顔するとか綺麗にね、書いてあるんですよ、きちんとしてんだ、俺は本当にうんこ食ってうんこ出して寝てます、やめろやめろ、俺は本当に変を超えてここまで今日来ました、しかもあの親孝行なんだよね、そうそうそう、家のリフォーム綺麗にしてあげてさ昔の使ったカウンターとかもね作ってね、そうそうそう、バカじゃねえの山ちゃん、めっちゃ詳しいんだよあれですよ、山田さん今回アンケートもね、そうなんだよ、流れ星にそんなたくさん時間割くつもないからさくださいよ、なんすかなんすか、奥様からはいアンケート奥様にアンケート取りまして、アンケート取りました、うちの面白いのいただいたんで、はい、我々の奥さん、うん、だから、ね、そうです、うん、大丈夫ですか、生放送ですよね、うちの嫁やばいんで、いやだから竹んどこやばいですよ、だから呼ばなかったんだよ、いや助かります、アンケートで竹んどこやばいですし、うち普通すぎますよ大丈夫、その対象ちょうどいいやつがいないんですよ、じゃあロビン気になったのをちょっと奥様どう答えたかってまだ言ってないんで2人に聞いてみようよ、なるほど、いいですか、何何、じゃああれですよ、うん、結婚して、はい、どんな旦那様だとお感じですかっていうアンケートをね取っておりますんで、あ、奥さん、じゃあそれぞれね、はい、じゃあ中江はさ奥さんにどう思われてると思うの、自分で、俺ですか、はい、なんか変なところが几帳面みたいなことかな几帳面、自分がこれって決めたことを絶対にやらないと気が済まない、うん、
って思ってそう。あとは優しくてかっこいいかな。おお、なるほど、気持ち悪いな。気持ち悪い、しょうがねえじゃん、どう思ってんだから急に口の周り汗かき出した。ただ俺偉いもんで今、うん、本当に、うん、一回も面白いと思われてるって出てこなかったそっち大事なはずなのに本当に出てこなかった、そっち大事なのに、かっこいいとか言いやがったぜ中英がギャグマシーンが言ったよ、ね、さあ実際に奥様は、はい、中英のことをどう思ってるんでしょう、うん、さん、奥様は優しくていい夫だと思いますそのまま営業妨害なんですけど忙しくて疲れていても時間を見つけてご飯に連れて行ってくれたり、ないない、お散歩したり二人の時間を作ってくれますちょっと今子供がいるんですが夜中のミルクやおしめ買いも必ず起きて手伝ってくれるのですごく助かってます。そんなことやるんですか。そうか、俺ずっと寝とるわ、俺3年寝とるわ。ちゅうちゅうえ、もうお笑いやめた方がいいかもしれない。いやマジやべえっすよ。いい夫として頑張ってください、ね、優しいないでしょ。俺今4年ぶり今日目覚ましました。いやそれおかしいですから。オリンピック起きですか。やべえだってるの。本当にもう油断しろ。ね。竹谷さん、竹谷さんはどうですか。僕ですか。どう思われてると思いますか。どう思われてる。なんだろう。でもあの子育ての途中でゲームのしすぎで、うん、それ以外は完璧ですとかですかね。ああなるほどね。はい、かな。はい、あ、あれでした。だからあの例えば、はい、ねね竹谷をね奥さんが野菜に例えてる、なんだと思う、はい、野菜、うん、野菜に例えてるんですか。俺はしんちゃんのことを野菜に例えました。しんいちろうのことを何奥様はね、あのぶっ飛んだ奥様は、はい、どう思います。おいしい野菜、おいしい野菜だからなんだろうな、あの空心菜とかですか。ああ、全然違います。いやちょっとなんですか。ロビンに読んでもらいましょう、そのまま。はい、長芋。なんでだ。なぜならば、お願いします。淡白なくせに性欲が強いので。やかましいわ。長芋の粘り気が性欲という意味で似てます。はい、放送ギリギリ。本当です。放送ギリギリ。あの本当生々しいが、そう淡白。奥様可愛い方ですよ。でもね。顔はね、可愛いんですけど。何なさですか。あの元々ですね、モノマネタレントやってたんですけども、はいはい、あの豚が好きすぎて、あのモノマネタレントやめて養豚場で働きだした。そうですよね。確かに。ちょっとだいぶぶっ飛んだね。うん、ただなんですけども、麻痺してますけど、空心菜もおかしなこと。皆さん確かにね俺が好きだって野菜っつったら一番それが浮かんだったんですけど、お互いのね、はい、相方についても聞いてんのよ。そう、だからそうなんですよ。竹上の奥さんが、はい、中英に直してほしいことって何なんそんなこと聞いてるんですか。そう、彼も聞いてあります。どう思われてると思う。竹江の奥様が、うん、奥さんにどう思われてると思う。直してほしい。だから竹江が奥さんにどう言ってるかですよね、俺のこと、うん、それで言ってだからけど、なんだかんだ言って、うん、中英が中英さんがいないと、うん、しんちゃんは、うん、しんちゃんはもっと中英さんに感謝した方がいいと思う。さすが。本の答えは、私の前で色気のある匂いで現れないでください。なんだよその答え。というか色気を出さないでください。あ、これね、ちょっと待って、どういうことですか。俺のこと男として見てんのたまにね、あの中英とね、例えば家ロケで俺ん家に中英が来た時とか、あの終わった後ね、中英帰った後にうちの嫁が今日も中英さんなんかね色気感じたんだけどみたいな、なんかいつもとなんかテンション違うんだよね私の前で。やっぱそう見てんの。いやこれね、今日本当にびっくりです。誤解ですよ。俺がたまに竹江の家行くじゃないですか、はい、これ竹江も行くじゃないですか、知らないわ。見てますけど竹江の家のロケでたまに行くんですよ、カメラ回ってない時とか誰も見てない時に、嫁が肩がえぐれるぐらい俺の横座ってくるんですよ。嫁金座ってくるんですよ。あれ結構近づいてくる、ね、近い感じ。近づいてきて、まあでもそれは誰にでもやるから、ね、みたいな。誰にでもやんのかい。はい、まあそれはね、近づくのは誰にもやる子なんですけど、ね、あのね、しかも答えね、ちょっとロビン読ませるのあれなんで、はい、付け足してさっきね、はい、色気のある匂いで現れるからね、中英のこと匂いで意識してる、はい、付け足してテレビで私が中英さんのピーを触ろうとすると嫌がるふりをするのやめてくださいこれ意味がわかんない私が中英さんピーを触ろうとすると嫌がるふりをするのやめてください。私たちの結婚式の日自ら出して触ってよって言ってきた人いやいや、そうなんですか。あ、そこ言い方むっちゃ悪いじゃん。まあ、山寺さんもね、あの僕らの結婚式ね来てくださって、あ、そうなんですね。で、まあ、その後の二次会なんですけども、はい、まあ、そのピーをね、はい、あの嫁が、まあ、簡単にそのピーを挨拶代わりに触っちゃう子なんですよ、うん、いろんなね、誰でも誰でも、誰でも、だから後輩芸人とかのピーをね、こう触りに行くのに対して、はい、俺はね別にもう慣れちゃったんだけどやめろよって言わなきゃいけないじゃん、やっぱ旦那としてね。もちろんやめろよがあまりにも感情こもってないのよ。もう俺はやめろよと思ってないから、うん、言っとかなきゃダメなのよ。そう、あの、なんつうの、世間体的に、うん、ツッコミが弱いみたいな、はいはい、あんな感動的な結婚式の後にそんなのがあったんだ、はい、俺だっていまだに中英のスピーチ取ってるのに。いや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 、山寺さん、ね、本当に良くないよそんな泣いてるもんもう本当に女性ファンはもう竹英の顔
何を言ってんだよ。この後には二人が抱き合ってるの、俺ず、見てよ、俺この後ずっと撮ってさ、ほら、ね。すごい。すごい長く撮ってる。ずっと途中で飽きて一回切ったんだけどさ。なんでだよ。なんでだよ。飽きちゃった。これあれですよ、伝説の、もう、読み上げる前からチュエが泣いてるって。そうだ、読み上げる前から永遠泣いてんだよ。俺ずっと撮ったんだからって、パンして二人撮ろうと思うと、手の前、目の前にウドちゃん映るんだよ。いや超恥ずかしい、やめてよ、ね、まだまだいろいろ聞きたいなと思いますけども、一曲聞いてからね、はい、あと皆さんもし流れ星何か興味があったらね何か聞きたいこととか、何その絶対あとマリの誰とでもいいから意外な一面教えてください。はい、皆さんメッセージはベイラインアットマークbayfm.co.jp bayline アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。上手、はい、さあそれではここで、ポルカドットスティングレイのナンバーをお届けしたいと思うんですが、はい、なぜかというとこの曲のPV に、はい、出演されてるんですよね。たまたま映った鳥が。違う。素人じゃない。そういうなんか昔のニュース番組の天気予報の後ろじゃないんですよ。違うの。違いますよ。なんかボーカルの女の子が、しずくちゃんがですね、僕らのファンみたいで。おお。そうなんです。ぜひ出てくださいって。あら。漫才やってる模様が流れてるみたいな。楽屋にね、来てくれてね、挨拶来てくれて。多分ですけど、しずくちゃん以外は別にあのファンでもなさそうです。そういう情報はいいんですよ。そんなことないでしょ。みんなで押してくれてるでしょ、もちろん。しずくちゃんがこういうネタが好きなんです。流れ星さんのこういうギャグ好きなんですって言ってる時、後ろの3人がそういうギャグあるんだって顔してた。えーなんて、じゃあ帰ったら見てみようぐらいの感じだったもんね。でもしずくちゃんがそんだけ言ってんだから、ねって結局コラボしたってことだもんね。ということで、それではここで滝上さん、曲紹介を。お前久しぶりだな、曲紹介。やったほら、ビシッと。未来に参戦したんだから頼むぜ、ビシッと。苦手でね、すげえ怒られてましたからね。昔リクエストカードなくして、それでお聞きください、あの人のあれですって言ってましたからね、生放送中に。今日もあんのかな、そんなことが。しんちゃん、ミネッコ使われました。しんちゃん、お願いします。言いましょう。さあ、それではね、皆さん、お待たせしました。僕らね、流れ星も PV に映っております。このね、名曲中の名曲、お届けしましょう。行きましょう。あの人の、あれです。ちゃんと言えポルカドットスティングレイで、一大事。よいしょ。1、2、3、4! Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、ご時代はね、本当に世界のスーパースターのこの二人をお迎えしてお送りしております。どうも、流れ星の滝上と世界のみんな聞いてる中江だよ、コナーユキーチュエーンなんですか。この季節にね、この季節にあえてね、いくらでも出るから、だってまだ出し足りてないもんだって。そうだね、自己紹介何個持ってるんだっていうぐらいですよね。まだまだ出るよ、出してないじゃないですか。ちょっと体操し、準備運動した方がいいんじゃないですか。ちょっと準備運動していいお願いしますよ。気合い入れ直さないとね、やっぱね。ラジオだよ。ラジオだよ。なんでエヴァンゲリオンなんですか。なるほどね。皆さん想像してみてください。立ち上がるから前からちょっとオフになる。そうです、ちょっとだから山寺さん、思い出しました、流れ星マイクの使い方下手なんです。やめろ、生放送一緒にやってたんだからお願いしますよ。このラジオもやってたんだから、あなたたち。そうです、特にこれ固定のマイク苦手です。固定のマイク苦手ないですね。ピンマイクでいつもやってるから。そうですね、いつもピンマイクだから。そうです、そうです。ねえ、スイカロードレースをね、二人がね、本当にもうこのベライもうやめたのに、それでも一緒に走ってくれてね、うわすごい、一緒に温泉入ってね、ずっとシャンプーしてね。そう、俺がだからね、あの頭洗ってね、シャンプーで全然泡落ちねえなっつったら、山寺さん上でずっとシャンプーかけてたんだから。本当に、ね、本当に昔ながらのいたずらずっとしてるの。皆さん、みんな、俺見てきたの。みんなで順番にやるんだよ。あのぐらい、あのぐらいからですよ、やっぱ中衛がハゲてきた。毛穴に入れすぎですよ。山寺さんのせい。草草見えんじゃん。これは電波が絡み合って今隠してますから。絡み合ってんだ。本当ですよ。本当にそうだ、あの頃からハゲてきたんです。関係ねえだろ。ね、まあそんな流れ星のお二人ですよ。ね、実はね、意外な一面ってことで奥様からね、アンケートいただいてるんですけど、まだまだね、ちょっともっと掘り下げていこうじゃないですか、ロビンさん。ちゅうえいさんの奥様からね、相方滝上さんの直してほしいところはっていうのも聞いております。俺はどう思ってんだろう。いや、ないでしょう、そんな直すことなんて。結構ちゃんと来てますよ。はい、お願いします。怖えな。何だと思います。自分が多分ですけど、ちゅうえいはあまり怒らないでくださいみたいな。あ、俺多分逆だと思う。あ、怒ってくださいか、逆に。なるほど。滝上さんの奥さんは、奥さんは滝上くんという二人なんですが、そうか、ちゅうえいの奥さんがね、ちゅうえいの奥さんが、そう、滝のことを LINE で喧嘩がヒートアップすることがたびたびあるんですが、
生活のペースが乱されるのと家の雰囲気がとてつもなく悪くなるのでせめて2人の時に喧嘩してください。大人の男性ってこんなに喧嘩するものなのか、お互いもっと思いやり持ってって。お互いもっとちゃんとした話しきましたよ。2人とも LINE で喧嘩するんですよ。こいつがすごいですよ。 LINE で喧嘩ってすごい。どういうことですか。まあ、ロケ終わりとかで、うん、中衛からね、その反省点を教えてくれっていう話を前してたんですよ。なるほど。でもその日はその反省点を送ってこなかったんですよ。中衛さんが、ね、これを言うのは結構恥ずかしいですね。俺は俺の中では反省点がなかったから。ただ俺はね、あれ3つぐらいあったと。で中衛さん、今日の反省点あれないんじゃないですかみたいな。いや反省点自体ないでしょみたいなことで、LINE でね、静かな喧嘩がスタートするわけですよ。少しずつね。で僕はもうだからちょっといい加減にしろよみたいな。でもその頃俺は生まれたての赤ちゃんのミルクをあげてて、ちょっともう LINE もうちょっと待って、LINE 見るわっつって、でごめんちょもう明日でいいかっつって、そしたらもうまた長い、ほんとネチネチマジ長い LINE が来るんだ。こんな時間にこんだけ打てるったかってくらいの、お前はもう3スクロールぐらいするそんなにか。お前なんでこんだけ反省点忘れてたくせに、立花くせに明日でいいかってよく言えたなみたいな。で俺その時にもう嫁にも早くミルクあげてよって、あじゃあ OKOKOK っつってずっとミルクやって、次ゲップ出してる時にまたペコンってきて、で見たらめんどくさい、気持ち悪くバーンってブローンってスクロールして、ピャーンって電源切って、あ電源ってかスマホの LINE の画面なくして、また5分後に見たら何無視してんの。あれ女の子みたい。付き合ってんのか。いやもうずっと付き合ってんのか。こいつを一晩でハゲさせてやると思って。でも赤ちゃんぐずるし、嫁もイライラするし、その子育てしてる写真を送り返してやればいい。今こんな状態だってね。ああそれだったらね、まだいいんですけど ね、こいつはね、あん時のモードのこいつは何を言うか分かったもんじゃないです。意外とね、それ仕事に対して真面目ってことだろ、単にイライラしただけだ、ね、いや本当にこいつは俺をイライラして陥れさせたいんだ。よし本気でやれ、ここで本気でやろうぜ、本気でやろうぜ、ここで。じゃあここで LINE でやり合っていいっすか。分からないです。確かに。あと出てたちのロビーでやっててもらって、楽しく番組進めるから。なんで俺らを契約にさせるんですか。ゲストだった。でも直してほしいです。これ1個やりたい。奥様からせっかくたくさんいただいたんでね、これちょっと真面目に、結婚の決め手何だったかっていう。何それ。これ共通の問題なんで。ああ何だろう。中衛は、奥様はね、中衛と結婚するに至った最後決め何だと思う。うん、多分やっぱ優しいから、私のことを好きでいてくれるじゃない。俺これ今言っててすんげえ気持ち悪いっすよ。本当に気持ち悪いの。俺もみんな気持ち悪いよ。けど俺そう思ってっから。でもそうだね、意外とそうだね。ロビンさん読んでください。中衛さんの奥様は、中衛の何が良かったんでしょう。付き合った頃から変わらず優しかったところと、人を絶対悪く言わないところ、いい意味でも悪い意味でも人間味があって一緒にいて楽しかったからです。そうやろうな。こんなに滝上のことこんなに滝上のこと悪く言ってんのにね、放送で。本当ですよ。俺けど嫁には一切言ってないですから、放送ではガンガン言いますよ。嫁にはこいつは嫁では言わないんだ。こいつ嫁に多分相当してますよ。放送で言ったから痛えだろ。だって俺、こいつ多分娘にも言ってますよ。だって俺、滝江の娘に会った時に、中衛だよーって言ったら、思いっきり俺の顔面の前で、ブーって舌出すから出すから。相当俺のこと悪く言ってますよって、普段。でも今、中衛は、中衛はって言うようになっちゃって、娘が。あらもう2歳半なんだ。それどういう気分なのそれ。だから、なんか、中衛つやーいとか言い出したんですよ。だから、いや、中衛は弱いよって言って。そういう教育の仕方してるね。いやでも奥さんもこうだったんだね。いやハーブトーさんね、真面目に、いやいい人だったんだね。いや全然いい人わけないでしょ。俺今日本当5年ぶりに目覚めましたから。さっきも1年増えてる。伸びてる。さあ滝上さん、奥様にどういうふうに思われてると思います。結婚の決め手は何だと思います。本当わかんないですよね、嫁は。ただいいこと言ってくれてるんじゃないですか。あれじゃないですか、イケメンなところじゃないですかね、やっぱり。自分で言いますけど、ただ言われてたんです昔から、その嫁に、あのしんちゃん本当にかっこいいと思ってるからって言って、あ嬉しいなと思って、じゃあ他に誰のことかっこいいと思ってるの、芸能人で。あと狩野英孝って言われて、俺そのラインに入ってんだ。笑いすぎですよ。狩野英孝としんちゃん本当かっこいいよねって言われて。俺イケメンですからね。イケメンですよ。言われてますから。私勘違いしたイケメンが好きなのって言われたんですよ。ああそこか。いやそこかじゃないんですよ。なるほど。普通のイケメンがあるのがイケメンだ。勘違いしたイケメンって言われてたんで、まあそこかなと思うんですけど。じゃあトップ2だわ。確かに。やかましいわ本当に。正解は、はい、タイプだったのと、もうそれは合ってる。一番の決め手は、3年間一緒にいて、一度も口が臭いと感じたことがないでした。どういうポイントで。なぜかというと、元彼が、元彼がほとんど口が臭くて別れていたんですよ。いや元彼もかわいそうだ。お前口臭くなくてよかったな。結婚だよ。
決め手でこんなのある？初めて聞いた。いやいやいや、3年間ずっと、じゃあ光栄ですよ。じゃあ3年間ずっとその試験だったんですか？そうなの、ね、じゃあそれで1回でも臭かったらダメだったの、ね、もう別れてた、ね、勘違いしたイケメンでも、はい、じゃあよかったですよ、口臭くて。いや、ありがとうございます。本当に、ね、今日改めて思いました、うん、あ、俺口臭くないんだ。それは嬉しいよ、嬉しい嬉しい。気をつけ、まあ、大事ですよね。たまにね、深酒した次の日とかね、やっぱり不安なの。いつも不安だもんな。ね、あれけどこれ今までは奥さんチェックしてくれたけど、いなくなったから俺もって気をつけなきゃいけないと思ってる。いや、マジで。いつも食べてるから。嬉しくね。こんなんじゃ間に合わない。何ちょっとした自分の情報今出してるんだ。この年になってもう間に合わないんだよ。何ちょっとした生活感出してるんだ。おっさんになるとね、わかります。あのライブなしようと思ったけど、あ、やばいやばいやばい。7月13日から単独ライブ。ごめんごめん。いけ。スターファンタジー。大丈夫。スターファンタジーなんですか。奥さんたちからもそれに関してちゃんと もらってんの。もらってるんですよ。じゃあ事実だけ先と、はい、事実だけちゃんと言ってこ、お願いしますよ。7月13日からですね、スターファンタジー開催しまして、うんうん、7月13日初回がなんと千葉なんですよ。そう、京都の文化ホール、こちらからスタートですからね。第二のふるさと、はい、東京はちょっと完売しちゃってるんですけど、うん、千葉がですね、うん、あの売れ行き悪いんで、頑張れ。売れ行き悪くて、こんな面白いのに、こんな面白いのにありえないよ。どうせ売り切れてるだろうと思って、もう問い合わせしてないんですよ。そうだ、買えるか、千葉に高い、ね、ま、買えますよ。皆さん、どこで、千葉は行徳文化ホールでございます。はい、ぜひぜひ行ってください。713、ね、オリンピック申し込みの抽選ね、あれ申し込み忘れた人もぜひ ね、そうですね、こっちなら今大丈夫だから。そうそう、オリンピックの落ちてもこっち来ればね。こっちもオリンピックみたいなもんだから。そうです、どこぞ、ね、ぜひ来てください。あの、まあ、流れ星スペース単独ライブとかで検索すると詳しい情報とかね、出てきますから。あとあれですわ、何、あの、関係ないですけど、これ全国で聞けますよね。大阪も売れてないんで頼みます。はい、ピンポイントでお願いします。でもやっぱりね、愛する奥様からのライブの推薦コメントって大事なんじゃないですか。なかなかないですよね、ライブの推薦コメント。じゃあやっぱりまずはどっちからいく、うん、中江さんからいきますか。じゃあ中江さんの奥さんからいただいてる、はい、推薦コメント、1年の中で一番お笑いと向き合ってる姿をぜひ見に来てもらいたいです。見終わった後は、いやー、たくさん笑ったなと満足感あるライブになってると思います。滝上くんの作り上げる流れ星の世界観、ネタと中江くんのぽっこりお腹と汗の量、ぜひ会場でご覧ください。ありがとうございます。アンジャッシュの渡部さんぐらいうまいじゃん。そうそうそう、ね、そんなんでいいんですかって出てくるね。あれみたいだった、ね、すごい、ちゃんとオチもつけてね、中江くんのぽっこりお腹って ね、大下出てるんですか。一切出てませんって、ね、うまい。ほんとやっぱ確かに中江がお笑い向き合うのこの日しかないんだよ。本当にそこ俺も本当やってます。そうなの、ね、これは途中お笑いから目を背けるんだ。うちの嫁分散やるな、すごいな、すごい ね、 かわいいね。さあ、そしてここまで来たらもう最後はやっぱりね、行きましょうね、しんちゃんの奥様、武井慎一郎さんの奥様から、はい、お笑い分かってねえからな。いやいや、俺分かってないって、元々芸人さんですから。そう、まあ、素晴らしい応援コメント来てますよね。ロビンさん代読してください。すごいのは、毎年単独ライブの2ヶ月前には1つぐらいしかネタができてなくて、言わなくていい、いつも本当に大丈夫なのかなと心配しているのに、2ヶ月の仕事の合間にちゃんと作り上げて、稽古なんか3日ぐらいで終わらせて本番に挑んでる。本番に挑んでるところが本当に2人はすごいと思っています。ちょっと待って、ちょっと、まだ聞け、最後まで。あと、単独ライブのネタ作り期間中はいつにも増して中英さんの悪口が激しいけど、ふざけんなよ。でも激しいけど今年はあんまり言ってません。そんな気持ちで見てみたらもっと楽しめるかもしれませんよ。どういう気持ちで見てるんだよ。以上です。俺らがすげえ単独適当にやってるみたいになってるよ。3日ぐらいで終わったら、いやいや、なことない、知らないだけだから。明らかにマイナスプレゼンだよこれ。そうだったんですね。逆にすらよかったね。いやいやいや、ちょっと紹介する順番間違えちゃった。いやもう本当わざと。京都文化ホール大丈夫かな。大丈夫かな。ただこれ分かりました、あの、俺らの嫁、うん、2人でバランスいいです。そうなんですよ、めちゃくちゃバランスいい、ね、いいバランス、2人に出てほしいぐらいですよ。マジで俺らいいバランスいい感じですよ。俺らよりボケとツッコミがちゃんとしてる上手だ ね、 上手だ ね、 上手だね。俺よりも良くてどうすんだ。頼むよ本当にもう。いや、いやでもね、こんな2人が繰り広げるライブですから、めちゃめちゃ元気もらえます ね、 ね、奥さんネタも今回いろいろ入れてくれるんじゃないですか。いや ね、 ね、ちょっと考えておきます ね、 ね、 なんか入れたんですよね。ちょっと汗かいちゃったんで今。じゃあね、いやさっきねあったけど、本当にねラジコプレミアムで全国で聞いてる、うん、そうなんですよ。大阪マーケット全国に向けてさ、本当に、全国で17公演ありますから。すごい、お近くの会場までぜひぜひ。そんでなんで今 T シャツのわけずーずーまさぐしてんだよ。汗拭いてますよ。熱くなっちゃって、変な汗かいちゃって。奥さんのコメント、改めて全国ですよね、はい、千葉、うん、まあ大阪も言いましたけど、うんうん、もう一個言わせました、長崎もあんま売れてない。具体的にありがとうございます。とにかくね、お近くの会場までね、流れ星スペース単独ライブとかですね、
と流れ星、実はファンクラブサイトがありまして、すごい、そこ見るとですね、いろいろライブの詳細と、あと、オリジナルグッズとかも売ってますから、よかったら。なんか、ツイッターでアンケート取ってましたよね、タオルの色とか。タオルの色とかね。なんで知ってんの？詳しいな。見るんですよ。調べてくれたの？嬉しい。何色がいい？パステルカラーがいいなと、なんか結構白黒とかコメント見てたんですけど、夏だから、黄色とかいいんじゃないですかってコメント見て、私も黄色がいいなと思って。黄色ね。ロビンちゃん黄色ね。これロビンちゃんでいいんだよね。ロビンです。急にどうした？急にも黙ったから俺名前間違えたかなと思って。間違ってた。なかなかロビン間違えないからね。だからロビンちゃん黄色ですよ。でこれで嬉しかったんだね。これでさ、10円の優しさが。ロビンちゃん。ただこれで会場で黄色売ってなかったら嫌だよね。何でも買います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 。ってことで詳しくはファンクラブサイトもご覧ください。ファンクラブサイト。スペースファンクラブで出てきますからね。ね、それがやっぱり全部わかるという。全部わかりますよ。スターファンタジーなのね。そうです。もう山寺さんも見に来るでおなじみのスターファンタジーですから。でも完売してんでしょ？東京とかね。千葉はねもう全然空いてますから。千葉見に行けば大丈夫。そうです。あとまあ長崎も来てください。大阪とね、大阪とね、いいとこだからね、全部流れ星見るためだったらね、だっていろいろね、僕もお願いしてやってもらったりとかね、いろいろしたしね、お世話になってるし、いやもう、ちょっと、周囲には結婚やもしてないからね、俺、してなかったよね、そう、マジっすか、俺、してなかったよね、ちょっとくださいよ、あのね、シュークリームコンビニで買ってきたから、それ2つだって、マジっすか、俺、さっきあれ、美味しそうと思って、本当に狙ってたら、山田さん、こうやってやつなんですね。いやいや結婚祝いな。いやということでスターファンタジーね、7月13日スタート、千葉からですから、皆さんぜひチェックしてください。じゃあ最後はリスナーのみんなにね、本当一言ずつ 0.2 秒ずつお願いします。 0.2 秒、短いですよ。とにかく言えるのはですね、練習期間3日間以上やりますじゃないです。お願いします。がっつり仕上げてます。仕上げてきます。今回は5日間使いますから。少ないな。5日しかないな。交互期待です。最後にギャグお願いしますよ。もう何でもいいですから。そんなもうギャグなんかできるわけないじゃないですか。もう羽生結弦だから。はい、踊りました。ラジオで全然伝わらない曲、本当にありがとうございました。じゃあ最後にね、本当にこれも名曲中の名曲ですよね。そうですね、この曲はライブで歌うかどうか分かりませんけどもね、おはスタでも無理やりプロモーションしたことを今思い出しました。無理やりって言わないで。本当に名曲です。ね、岐阜はこの曲で全て象徴してるよね。そうですよ。じゃあ聴きながらお別れということで、じゃあ曲紹介してお別れです。お願いします。いきましょうか。もうヒャダインさんがなんと作曲してくださった名曲中の名曲でございます。僕たち流れ星の曲で Give me chance。 今日のゲスト流れ星の二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、いやー、ゲストね、流れ星ベイラインファミリーでもあり、まあ、私もいろんなところでね、うん、まあ一緒にもう嵐のように過ぎ去っていきましたけど、いやー面白かったでしょ。皆さんぜひね、7月13日、千葉のね、行徳文化ホールで、はい、からスタートするスターファンタジー、ね、単独ライブツアーですから、ぜひ足を運んでいただければと思います。ということで、ね、お送りしたのは流れ星の曲です。 Give me chance でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。まあ流れ星の二人ね、来てくれましたけどね、うん、あの流れ星にもちゃんとメッセージいただいたのにね、すっかり紹介するの忘れました。じゃあ今紹介しますか。バーバートラップさんからもね、私が意外だと思った一面は、チウエイさんのモノマネ、ギャグのイメージが強いですが、フリーザ様のモノマネに似ていてびっくり。あ、ラジオでよく歌われてるフリーザ様の即興ソングとても好き。あ、やってもらえばよかったね。大丈夫ね、そんなに面白くないの。面白いの。カフェラテ乙女さんからもね、うん、鹿児島県からもいただいてますよ。 ありがとうございます。シュウエさん、いつもあんなにはしゃいでるのに、実はとても真面目で意外でした。確かに奥様からもねバラされてました ね。それからマルコメ、マルコさんからもいただいてましたね、うん、あ、スターファンタジー千葉公演行きますよ。しかもプレミアムシート、初めての千葉での公演、そして初めてのプレミアムシート、とても楽しみにしておりますっての。あら、いただいてましたよ。あ、いた、千葉の方。フリーザさん、フリーザの真似うまいの。びっくりだな。意外な一面ですね。知らなかった。あれあれ、あ、入ってきちゃう。どうしました？どうしました？ザーボンさん、ドドリアさん、ザーボンさん、ザーボンさん。はい、どうもありがとうございました。フリーザのモノマネ、中英さんでした。俺ね、もう毎週会ってるから、中尾流星さんと。どうですか？ってことはバイキンマンもできるってことでしょ？ハーヒフヘホもね。いますよね。うんうん。ハーヒフヘホー。うん、そうでもなかった。はい、今日のゲスト、流れ星の中英さんでした。どうもありがとうございました。すいません、ちょっとなんか、後味濁っちゃいました。ちゃんとプレミアムシートのチケット買ってくれてるってよ。よかったね。マルコメちゃん。ワイビーマルコメちゃん。
ありがとうございました。バイバイ、ね、入ってくれました。優しい。入ってくれました。入ってくれました。入ってくれた。帰ってくれました。今帰ってくれました。ね、今帰ってくれました。こういうとこ来てくれますからね。サービス精神満点ですからね。もう大ファンになっちゃいました。ライブ楽しみにして、単独ライブツアー楽しみにしてください。さあ、続いてのメールいきましょう。意外な一面でね、皆さんからも、はい、いただいてるんで。そうなんです。ちょっと紹介しようじゃないですか。ラジオネーム、つるこさん。高知県の方からいただきました。うん、私がリハビリで3ヶ月間お世話になった、うん、理学療法士さんは、病院で髪を後ろに流して、ビシッと固めていました。うん、しかし、プライベートでサッカーをやっている時は、うん、ゆるふわパーマの髪を下ろしていて、うん、なんだかチャラいビジュアルでした。ずいぶんイメージが違うな。ずいぶんイメージが違うなと、そのギャップに驚きましたが、うん、しかしサッカーのプレーは一番熱くて、うん、チャラいビジュアルとは真逆、意外でした、うん、なるほどね、まず見た目がね、うん、いつもビシッとしてるけど、そうですね、お仕事で制服を着たいとか、はいはい、何かしている方がネクタイ普段着で見たらあらっていう方ってね、そのギャップびっくりしますよね。びっくりするし、すごいいい時もあるし悪い時もあるよね。だって学だから中学高校生とかその制服あるじゃないですか、うん、初めて、うん、私服を見た時にかっこいいなと思ってた、そうちょっとかっこいいなと思ってた人の私服がダサかった時に、うん、うわーショックみたいな、うん、なるほど、気をつけるようにしないとね、そういうとこね、ありますよね、うん、えそうですか、ないですか、そういう女性でなんか女性だと逆にあって思う時ありますよね、親近感が湧くというか、ほうビシッとした格好でお仕事なさってると、ね、あ意外と若いんだなみたいなことって、あ確かに男性女性ともに思うことありますよね、ありますあります、別に制服が老けて見えるってわけじゃないですけど、うんうんうん、きちっとなさってるから、 そうです、ね、それなりの年齢がとあこんなにお若い方だったんだみたいなね、あ、うん、ありますよ、男性でもあれ俺より全然若いんじゃないもしかしてみたいなこと思う時ありますよ、うん、なるほど、いろいろです、ね、この方チャラいと思っちゃったのね、チャラいと思っちゃった、うん、ミネミネさんからいただきました。ありがとうございます。意外な一面で真っ先に思い浮かんだのは、うん、同じ町内に住んでいる子供の友達のお父さん。お父さん？スキンヘッドでいつも真顔なので、とても怖い印象でした。うん、こちらの小学校、この方仙台ですもんね。学内の町内会と合同で運動会が行われます。うちの町内会はお祭りごとに命を懸けているので、ほういつも全力。町内会ごとの入場行進で目を疑いました。小学校の運動会の友情更新、そのお父さんね、うん、スキンヘッドで怖い印象の、昔のお笑いでよく見かけた白鳥の衣装を身につけて更新していました。ちょうど白鳥のあの首のとこからがね、はいはい、ちょうど股のとこからこう来るやつですね、あれ、ね、うん、つけて更新していました。あ、これ書いてあるわ。両足の間から白鳥の首が伸びているあの衣装です。会場がざわつきました。娘さんにはパパ近くに来ないでと拒否されていました。お父さん頑張ったんだ。そして町内会や小学校の偉い人に怒られたみたいで、翌年から仮装禁止のお達しがありました。勝手にやったってこと？町内会活動でよく見かけるのですが、周りの人にも優しくて気配りもすごい人だったので、うん、人は見かけによらないなと思いました。白鳥の仮装だけがマイナスポイント。普段怖そうに見えるの。なんか踊ってる人がいて、シュークリームもらいましたでしょ。踊ってる。どうぞ。それ結婚祝いだからね。ありがとうございました。全部それだから。じゃあね。お気をつけて、はい。流れ星が帰っていきます。ありがとうございます。シュークリームを持って、ね、帰っていきます、ね。次のお仕事に行かれました。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。ああいう感じの人だったんですかね。やりすぎちゃったというね。でも優しい方で、そっか、でも白鳥のをつけてね、思い切ったんですよ。いやでもそのギャップがね、ね、いいですよ、みんなに楽しんでもらおう、子供たちにね、読んでもらおうと思ってやったけど、確かに自分のお父さんがやってるって想像したらちょっとね、パパ近くに来ないよ。ねえ、いいですね、想像するとすごいですよね。じゃあ続いてラジオネーム千里さんからいただきました、高校時代科学のいつでも白衣を着ている真面目なおじさん先生が、科学の先生、おじさん先生ってね、がいっぱいの先生だ、パンダが大好きで、パンダ、身の回りのグッズ全てパンダだったのは意外でした。おあ、いますよね、確かに、はい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 、はい、もう1個とかじゃなくて全部そうみたいな、うん、それが男性の方で、しかも科学の先生がそうだったから意外、硬い感じなのにパンダが好きとかね、でもなんかそういう一面見るとなんかいいですけどね、うん、なんかこう近く感じますよね、あこういうとこあるんだ、ね、それいいなと思うから、はぁって思うね。どっちかっていうのはね、その人次第だと思いますけれども、はい、さあ、はい、この後6時台ですけども、うん、いつもね、しまちゃん登場でございます、しままゆきおさん登場です、はい、そうです。そして6時台、クックロビンもございますよ、うん、夕食時に簡単に作れる一品を今日は紹介したいなと
そうですね、いつも好評ね、いただいてるって、ね、結構皆さん、作ったよなんて、お返事もいただくんですけど、ぜひ皆さん耳を傾けて聞いていただきたいなと思います。そして、意外な一面も引き続き、ベイライン、アットマーク、bayfm.co.jp までお待ちしています。今日はプレゼントもありますからね。ロブスターが当たるチャンス、皆さんぜひメッセージ送ってください。時刻は午後6時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。はい、6時台はこのコーナー、島村ゆきお、島ちゃんがいろんなスポットに新エクスポス街角 DJ のコーナーです。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきお、はひふんへほん宙へ星一つあれハヒュンケ、あ、なるほどね、対抗してみたのね、さっきのバイキンマンにね。今でも島ちゃんも星一つだったよ。だって島ちゃんもこのベイフェームのね、ギャグマシーンだもんね。いくらでも出るでしょう。だっていやいや、もうね、お笑い番組出てたんだから。ラミネートチューブです、ラミネートチューバーでございますんで、ね、ラミネートチューバー、ね、はい、ということで今日はですね、鎌ケ谷市にやってまいりました。なんとですね、生パスタ専門店、モッチリーノというお店にやってきましたよ。気になる。あのね、神経線線の鎌ケ谷大仏の駅からバスを使って鎌ケ谷で降りて歩いて5分、パチンコパチスロのハップス鎌ケ谷南店のすぐ近くで、駐車場もそちら提携されているということでございます。早速お店の方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。お忙しいところ、まずお名前をどうぞ。はい、新道と申します。はい、よろしくお願いします。黒で固められてね、お眼鏡もね、してくれございます。ありがとうございます。さて、お店自体はですね、奥様と一緒にやってらっしゃる。はい、そうです、ね、もう笑顔がとっても素敵な奥様の お名前は、節子と申します。節子さん、よろしくお願いします。そのお店自体は、だいたい18席ぐらいですか。そうですね、ちょうど18席になりますね、はい。生パスタ専門店ということで、新藤さんはイタリアのシェフということでいいんですか。今現在はそのような形になると思いますけれども、本来は、フレンチを34年、やってきた。すごい、料理人になります、はい。フレンチをもうそれだけやってらっしゃった。重要ね。はい、そうです。そのフレンチのお店っていうのもここでやってたんですか。そうですね、去年の10月までは、フレンチの惣菜専門店として、営業しておりました。それまでは、それまでそれまでは どちらでお料理作ってらっしゃった。それまでは、名古屋の方でですね、レストランの方を営んでおりました。で、こっちの鎌ケ谷にやってきて、まずはお惣菜、フレンチのお惣菜をやってから、生パスタ専門店に変わった。はい、そうです。このいわゆるリニューアルのきっかけって何だったんですか。そうですね、やっぱフレンチというこのジャンルはやはり今でも、まあ、敷居が少し高いというのが、まあ、一般的なところがありまして、もっとなんですね、リーズナブルに、リーズナブル、もっとこう気軽に、日常的に食べていただきたいというところから、この生パスタの専門店というのにリニューアルいたしました。どう、やっぱお客さんの入り方とかやっぱり違います。もう圧倒的に違いますね。あ、そういうもんなんですね、やっぱりね。それは私自身も驚いております。おお、いいことですね。でもね、そうですね、ありがとうございます。さあ、ということでお店の名前の通りですね、パスタの麺は、まあ、もっちりということなんですが、これはどういうものを自分で作ってらっしゃる。いえ、こちらはですね、兵庫県の淡路島にある、淡路製麺というところから、取っております。生パスタとして。はい、生パスタですね。これでもいろんな多分業者さんがいて、いろんな味とか食感とか相当あると思うんですが、その選んだ理由とか、まあ、きっかけとかというのあります。はい、そうですね、いろんな製麺業者約5社から各、まあ、20種類ぐらいずつ、サンプルを注文いたしまして、その中で、食べ比べた中で、まあ、私が惚れ込んだ、パスタ、このパスタの名前自体がモッチリーニという名前なんですね。ああ、そうなんですね。でその名パスタの名前をそのまま使おうと思ったんですけども、それはちょっと商標登録ですか、あれにちょっと引っかかりそうだったのでモッチリーノという名前に、なるほど、チッチョリーナでもよかった。チッチョリーナ、チッチョリーナ、ではないですね。ではないですね。モッチリーノでございますね。はい、そうですね、モッチリーノ。わかりました。ソースはもう新郎さんはもう
作ってらっしゃるわけでしょ。はい、そうですね、はい。こだわりどうなんですか。やはりあのフレンチを長年ずっとやってきているので、そのフレンチの技法も取り入れながらの、ソース作りという形になります。だってフレンチって結構そのソース作りが命ですもんね。そうですね、ソースが命になりますね、はい。パスタのメニューとしては大体何種類ぐらいあるんですか。約20種類ですね、はい。これがだからまたトマトベースもそう、あとはもうアンチョビとかね、もう本当にどれも美味しそうですね。 ありがとうございます、はい。さあそんなですね生パスタ専門店、モッチリーノのメニューの中から今日はですね、うん、カルボナーラをご用意いただきました、うん、カルボナーラ。ただね、うんうん、カルボナーラのインスタ映えってやつですかね、見た目びっくり。で正式なメニューがでかい炙り豚バラチャーシューと純生クリーム熟成チーズ厚切りベーコンのカルボナーラ、うん、はい、そうなります。お皿にカルボナーラ、出てまいりました、ね、カルボナーラが乗っても結構濃厚な色ですね。そうですね、純生クリームとそれから卵を使っておりますので、やはり濃厚感は見た目からしてあると思います、それでお皿を横切るように1本の豚バラ肉がドーン。はい、豚バラ肉を、1本約 120g ほどございます。これはすごいですね。写真来ました。写真行きましたか。これですよ。ちょっと映えるでしょ、映えるでしょ。たことね、普通ベーコンがねなんかちょんちょんと入ってますけど、すごい。ベーコンも厚切りでどん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 っていっぱい入ってますもんね。そうですね、ベーコンも厚切りで、はい。こちらのチャーシューもですね、豚のバラ肉を、一晩マリネして、そして低温で、火を入れたものなのでとても柔らかく仕上がっております、はい。じゃあ早速ですね、この生パスタのカルボナーラちょっといただいてみます。あ、結構このものすごい絡んでますね。ちょっともぐもぐタイムになりますけれども、今、フォークに麺を巻きました。じゃあいただきます。もっちもちですね。あ、そうですね、もっちもちなんですよ。本当に新食感と言ってもいいぐらい、私も初めてこの食感に出会ってもうちょっと驚いたんですけどね。惚れ込んだ。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。 ありがとうございます。この乾麺にはない本当新しいですね。そうですね、うんうんうん、乾麺にはでは絶対出せない食感ですね。当然ながらその芯を残すってことができないから、あれですよね、いわゆるアルデンテっていうのはないわけですよね、生パスタには。そう、生パスタにはアルデンテというそのあれはありませんね。そうなんですね。これでもなんていうんですか、うん、なんて言ったらいいんですかね、うん、本当にその噛み切れないんじゃないかっていうぐらいなもちもち感なんだけども、うんうん、それが一番幸せにしてくれますね、うん、そうですね、もう初めての新食感っていう、そういう感じですね。これはね、ちょっとこのチャーシューをいただきます。うん、わ、これ、あ、めちゃくちゃ大きいですね。めちゃくちゃ香ばしいですね。そうですね、炙っておりますのでね、表面が香ばしくなります。はい、かぶりついてる、ガブッといってんの。今かいもん、ね、少し切っていただきました。そしてね、めちゃくちゃ大きい。なんとですね、はい、新藤さんが、うん、どこで食べてもなかなか納得がいかなく、うん、もうそしたら自分で作っちゃえって言ったメニューがこちら、うんうん、なんでしょう。四川風マーラー担々麺の生パスタになります。生パスタの四川マーラー担々麺でございます。担々麺、はい、担々麺、いわゆるもうだから生パスタのラーメンですよね。そうですね、生パスタのラーメンですね。担々麺大好きだけど、具としてはですね、ブロッコリー、それからこれ豆苗ですか。豆苗ですね、はい。そしてひき肉、肉味噌仕立てにしてあるひき肉になります。うわ、ちょっとこれちょっとスタッフにマイク持ってもらって、ちょっとこのレンゲを使いながら、なんかこれもう本当に担々麺だけども、ああ中はパスタですね。じゃあこれお箸でいただく感じですか。そうですね、お箸で召し上がってください。まずちょっとスープいただきます。あ、結構濃厚ですね。白ごまをたっぷり使っておりますので、はい、いただきます。体に良さそう。スープ、辛いですね。そうですね、辛さだと、しびれる感じですかね。今結構流行ってるみたいですね。はい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 。じゃあちょっとこの生パスタのいただきますよ。上品にいきますかね。上品にお願いします。まあ箸で食べるかな、本当のパスタだね。うん、どうですか、これ。この生パスタ食べたら、
ラーメンもそうですけども、うん、普通の乾麺のスパゲッティ戻れないですね。そうなんです、戻れなくなるんですね。私もこの間乾麺を久しぶりに食べたんですけども、うん、何か物足りないという感じになりますね。いやこれは相当美味しいですね。これあのこの生パスタに合うように、スープを、作りましたので多分ぴったりだと思います。しっかりスープ、ね、あの持ち上げてくれます。いやこれね今僕が食べた、まずはあのカルボナーラの方は1380円なんですが、す、う、べ、ん、てのパスタに前菜2種類と手作りのパンがつきます。嬉しい。でこの担々麺にもつくんでしょ。はい、つきます。はい、でさらにランチディナータイムのパスタコースだとサラダデザートドリンクもつきます。はい、全部お付けします。すごい、すごいですね、うん、で新藤さんの作ったフレンチも食べたいっていう場合はあのキッシュとかコンフィとかテリーヌとかパテとかはアラカルトのメニューとしてお店で提供。はい、提供しております。なるほど。でさらにフレンチ自家製真空冷凍お持ち帰り惣菜としてもフレンチありますね。はい、そうですね、いつでもご自宅で食べれるようにお持ち帰りもできるんですか。はい、これ一度クックロビンで教わった方がいいかもしれない。いや本当に教えてほしいです。クックロビンっていうのはロビンちゃんがねこの後ねいろんなねあのお料理のコーナーあるんです。あ、そうなんですね。ぜひ教えてください。じゃあぜひ呼んでください。お願いしますプロが。そう、じゃあ最後にリスナーの皆さん多分ねお腹グーグー言わせて聞いてると思いますけれども、何かメッセージありますでしょうか。うん、はい、そうですね、ぜひですねこの新食感の今まで、体験したことのない未知の多分食感だと私は思っておりますので、ぜひ、当店の方へお越しいただいてぜひ召し上がっていただきたいなと思っております。あのフェイスブックもインスタグラムもやってらっしゃるのでね。はい、やっておりますので、うん、ぜひ見ていただければと思います。はい、もっちりのでございますんで今日どうも本当ごちそうさまでした。いえ、こちらこそありがとうございました。これからも頑張ってください。奥様ありがとうございました。さあということでこの後も平らげていきたいと思います。以上ゆきおでございました。いやー、おいしそう、羨ましい。ありがとうございました。鎌ヶ谷にあります生パスタ専門店もっちりのから伝えてくれました。いや食べたい。これはね麺にねこだわりがすごいあって、ちょっとマーラーもちょっとね見たかったけど、このすごいねカルボナーラのその上チャーシューですか、ね、お肉のボリュームが、この迫力といいこの辛み具合といい写真からも伝わってきますけどね。いや食べたい。いや実際食べたい。その新食感皆さんもね、うん、体験してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。さあ皆さんまだまだね意外な一面メッセージを送っていただきたいと思います。はい、今日はプレゼントもありますよ。はい、オープン1周年を迎えた舞浜エクスペアリ店でスペシャルイベントを開催中のレッドロブスタージャパンからロブスター無料券を5名様にプレゼントします。欲しいよって方ね、お名前ご住所電話番号明記の上BayLINE アットマーク bayfm.co.jp BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までメッセージお待ちしています。さあそしてね、この後クックロビンもあるということで、ね、そうなんです。簡単に作れる一品料理を紹介、写真やレピシア番組ツイッターに載せますので、美味しそうと思ったら皆さんリツイートお願いしますということですね。はい、さあそれではここで一曲お届けしたいと思います。毎週土曜日に放送の足立満原作アニメミックスのエンディングテーマ、今日リリースのニューシングルです。リトルグリーモンスター、君に届くまで。ベイ FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。はい、5時台もね意外な一面をお送りしましたけどもね、うん、メッセージたくさんいただいてますんでこの時間も紹介しましょう。ラジオネーム777子さんからいただきました。16歳の方ですね。はい、私が学校でいつも一緒にいる友達の話です。最初はその子とあまり話すことはなく、私はその子のことをおとなしくて静かそうな子だなぁと勝手に思っていました。はい、しかし話してみるとクールでサバサバしてて、私がイメージしてた人と全く違う。しかもその子はとても細身なのによく食べるんです。うん、お昼の時間に自宅から持ってきたお弁当を食べ終えると学食でラーメンを購入。終わったかと思えば売店でデザートを買ってきて黙々と食べています。自分が想像してた人とギャップがありすぎてとても面白い子です。うん、いかにこのねあの第一印象とかさ、そういう ね先入観って当てにならないかっていうね本当わかんないもんですからね。本当そうですよね、確かに勝手に思い込んじゃね。やっぱね話してみて分かりますもんね。いろいろあります。そうか、よく食べすごい、でもめちゃめちゃ食べますね。
ご飯だって学食食べてラーメン食べてデザート、まあ、そうか、女子ですか。女子だと思いますよ。女子細身のね。でもよく食べる子の方がなんかいいですよね。なんか見てて気持ちいいじゃないですか。それはね、そうですね。そう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 、うん、ありがとうございます。ゆうくんからいただきました。いくつなんだろう、予定のない週はいつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。今日は予定ないかな。僕が見たのは妹の意外な一面です。いつも僕に厳しかったり、お兄ちゃん、お兄ちゃんと一緒は嫌とかいう妹が最近、うん、明日暇だから一緒にしんちゃんの映画見に行こうと誘ってくれたことです。シスコンじゃないですが、可愛い一面もあるんだなと思って嬉しくなりました。自慢じゃないですけど、自慢の妹です。自慢じゃないですか。素晴らしい。お兄ちゃんね、いいな。いくつなんだろう。ゆうくん、一緒にしんちゃんの映画見に行こうって。かわいいね。妹からそうやって言われたら嬉しいですよ ね。あ、妹に対して意外な一面っていう人からも来てますね。何だろうね。ミカボンボンさんからいただいてますね。ロビンの意外な一面をご紹介します。待って、妹で甘えん坊キャラアピールしてますが、実はかなりのしっかり者。嘘でしょ。私との会話中メモを取り続けるエトセトラ。一緒に出かけるときは次々とお店の情報や行き方を調べといてくれます。いつもありがとう。え、お姉ちゃんですか。ロビンのお姉ちゃんからいただきました。恥ずかしいんですけど。ミカボンボンさんからいただきました。ありがとうございます。やめてよ。やだやだ。あ、ちゃんと、ね、あ、住所がそうだ。言えないけど、ちゃんと名前も書いてありますよ。恥ずかしい、ね、ミカボンボンさん。あ、本当に私しっかりしてますよ。甘えん坊キャラアピールしてますが、してない、してない、かなりのしっかり者です。ちゃんとね、一緒に行くときはちゃんと妹ながらちゃんと調べといてね、入念にちゃんとやってくれるんですよ。一応姉ですけど、しっかり者の ね妹さん。ありがとうございます。そうなんですか。お姉ちゃんがね、お母さんになったから、あれですよ、私といるときはちょっと私がなんかこうやってあげたいなっていう ね恥ずかしいからやめよう。本当にいいですね、これ兄弟仲良くてね。恥ずかしい。ありがとうございます。じゃあ続いて、お姉ちゃんありがとうございました。お姉ちゃんありがとう。ラジオネーム課長になりたいお年頃さんからいただきました。短期でいつも怖くて近寄りがたかった親戚のおじさんなんですが、定年退職した後の趣味として社交ダンスを始めたんです。お、その後はあれよあれよという間に上達し、うん、地域の大会にも出場するようになりました。素晴らしい。すごい。相変わらず短期な性格は治っていませんが、所作がしなやかになったりして意外な一面を見せています。でも女性と踊るからか、おばさんは気が気じゃない様子です、うん、あら、あ、そうなんだ。いいんですよね。ね、社交ダンスね。山寺さん、まあ、ここでねコンビを前組んでた金太郎はね、もう今世界レベルでね、まあ、ずっとあの番組でやってますけど、そうですね、またシエピってやってね、すごい、めちゃめちゃすごいですけども、まあ彼女は本当にプロですけども、うん、まあ私もね某番組でやってましたから、はい、私それ見たことありますよ。というかリアルタイムで見せたかもしれない。僕の場合はね、あの芸能人どうのこうっていうよりもプロの方と組んで、だから女性はプロの先生と僕が組ましていただいて、うんうん、ね、2ヶ月半本当にやって、まあ、一応その時のね優勝、まあ、させていただいたんですけど。優勝したんですか。優勝したあの時の組でね、何かこうやっていた中でね、頑張ってやったんですよ。やっぱ変わりますか、こうやって所作、あの姿勢が、とにかく姿勢が全てなんで。ああ、なるほど。全てっていうか、まあ、僕は本当にかじっただけですけど、姿勢、本当に僕は猫背で姿勢が悪かったんで、ものすごく姿勢をやっぱり言われて、うん、普段からそうなって、その時ちょっとね、色、体幹も体幹も良くなったし、それが僕は膝が本当にね昔から悪くて、はい、右膝がちょっと悪かったんですけども、うん、それですごく筋肉ついて、だから曲がるようにもすごいなって、曲がるのがすごい、曲げるのが苦手だったんですけど、すごい良くなって、このまま絶対続けますって言って、うん、先生方に言ったんですよ、うん、先生言ってないです一回も。ですよね。でしょうね。っやっぱちょっと猫背になりかけてますからね。ちゃんと背筋正してくださいね。行かないと。あるんですよ。いい、四ツ谷三丁目にあるんですよ。その僕やってくれた方と男性で教えてくれた方がご結婚なさってやってる市川ダンススタジオってのあるんですよ。でもね、そこに行くよ行くよっつって、趣味が社交ダンスって言ったらかっこいいですよね、意外な一面で。すいません、これから頑張ろう。さあ、ということでございまして、はい、メッセージありがとうございました。この後は、はい、クックロビンでございます。クックロビンしたよ。今日も簡単にできる一品料理、あのツイッターにね写真とレシピを後ほど載せますので、美味しそうと思ったらよかったらリツイートしてください。さあ、それではここではね、意外な一面にちなんだ曲いきましょうかね、うん、昨年引退した安室奈美恵さんなんですけども、なんと琉球空手初段というね、意外な一面を持ってらっしゃるということです。1995年のナンバー、安室奈美恵、チェイスザチャンス。早口で3回続けて言えるかな。ザ・ベイライン、この後クックロビン、お楽しみに。お送りした曲は
安室奈美恵 Chase the Chance でした。 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。 さあ皆さんお手を拝借。パンパンガパン、バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、さあということでここからは隔週の企画クックロビンでございます。まあ、ちょうどね夕食時ということで私岡田ロビン翔子が簡単に作れて美味しい一品を紹介したいなと思います、はい、山寺さん、はい、前回は、はい、超万能サルサソース、はいはい、作りましたよね。そうそうそう、あれね、あのタコスチップスでした。はい、あ、そうタコスチップス、あれに乗っけたら本当に本格的に美味しくなってね。ありがとうございます、ね、あのツイッターとかでもね、あの真似して作りましたって私にリプ送ってくれてる方とかもいてありがたいなと思ったんですけど、うん、ちょっと反省してるのが、うんうん、おしゃれぶっちゃったなと思って、 あんまり普段ねいやちょっと無理したなみたいな、うん、ま、実際作ったことあるんですよ。ただこうパクチーを入れることによってパクチー苦手な方もいたりとか、ちょっとパーティー向けだったじゃないですか。そうですね、だからちょっとその夕食時にちょっとって感じではちょっとなかった。まあたまにはいい、そうたまにはいいかなみたいな。だ今回はあの本当に多分皆さんが冷蔵庫のにあるであろう食材で、おおお身近なもんでね、はい、作りました、うん、今日紹介するのはこちら、うん、納豆のおやき。またずいぶんねまた変わりましたね。あのこれは私がガチで一人暮らししてて何回も作ってる。あ、そうなんだ納豆のおやき。おやき、納豆焼くんですか。あの、まあ、おやきってなんか結構じゃがいもとかで皆さん作ったりね、あの、まあ、作り方いろんなのがあるんですけど、目の前に現れましたね。もう本当に森が上手だから、ね、そうなんですよ。スタッフさんありがとうございます、持ってきていただきました、うん、これね長芋と、はい、納豆で長芋と納豆、ね、あでも緑が入ってますか、これネギですか。あとな、あニラとネギをね入れてるんですけども、ニラとネギ入ってこれがねすっごい味付けとか特にしてないんですよね。あの納豆のタレだけであの混ぜるだけなんですけど、まあでも普通のおやきに納豆が入ってるっていう、まあまあそうですね。でも納豆がメインなんですか。一応納豆をね取って、納豆は冷蔵庫に皆さん入ってるじゃないですか。そうですね、僕今日朝食べてきたんで。あ、本当ですか。今ないですけどいつもあります。まあ焼きたてだったらな、あのこれに私はお塩をちょこっとかけて、うん、あの食べるのが好きなんですけど、うん、お好みであの七味醤油で食べても美味しいので、うん、七味醤油、これつなぎは何、や山芋なの。片栗粉です。片栗粉で後でレシピちゃんと言いますね。そうですか、よかったら食べてみてください。わ、はい、かりました。焼きたてじゃないんですけどね。あ、焼きと、おお、でももういい香りがしてますよ。ちょこっとお塩つけてほしい。お塩がおすすめですか。お塩ちょこっと、はい、自宅だったらね、いただきます、はい、食べて、うん、どうですか。うん、いいっすね。いいっすよね。あのナチュラルに美味しくないですか。ナチュラルに美味しいってなんだよって。あの毎日食べたい感じ。そう、私本当にガチでなんかそのすごい、おつまみにもいいな、凝ってるわけじゃないんですけど、なんか無性にこのおやき食べたくなるんですよ。うん、これ美味しいでしょ。間違いないですよね。これ間違いなく美味しいです。いや非常にこれ焼きたてじゃないけど柔らかいですね。非常にそう柔らかいもちもち感を大事にしてるので。そっか、僕納豆普通にご飯に食べて食べることしかしてないので。本当ですか。こういう風にすると僕でもできますかね。これできると思います。ネギとニラ、そうこれね、これをつけたら美味しそうだと思う。これなんですかね、なんですかこれは。七味醤油かな。七味醤油もおすすめです。美味しいと思います。ああ、おつまみっぽい、うん、ああバッチリバッチリ、はい、ああこれ合う。あ、よかった。うん、これ本当はよくお姉ちゃんがじゃがいもで、あのさっきメールくれましたけどね、じゃがいもで作ってくれたんですけど、あの家に、私長芋大好きなんですよ。あの切って食べても美味しいし、すっても美味しいし、焼いても美味しいから常にストックであるんですけど、その納豆と長芋でできないかなと思ってちょっとレシピ紹介しますね、うんうん、まず納豆1パックに対して、長芋大体 200g ぐらい、うん、で、まあ、長ネギは1/3、ニラは8本ぐらいですかね。で、まあ、長ネギとニラを適当に切ります。で、すりおろした長芋と、タレを混ぜた納豆。で、最後に片栗粉大さじ1を入れて混ぜ合わせるんですよ。したらもう種が完成するので、あとはフライパンにね、あの、ちょっと多めに油を熱して、まあ、スプーンとかでこう落としながら、形を作って、両面焼き上げて、最後にお塩をパラパラーっとかけたら、完成。はあ、簡単です。これ食べるラー油的なやつかな。これ、あ、食べるラー油も美味しいと思う。これも合うな、めちゃめちゃ。結構ね、あの味付けはそんな、あのタレ、納豆のタレしかないから、うん、あのポン酢で食べても美味しいし、お好みで何でも
調節可能。チヂミのような感じもなるし、納豆チヂミみたいな感じになるね。そうそうそう、うん、まあ最悪ニラと長ネギはあの冷蔵庫に余ってたら入れてほしいなぐらいの気持ちなので、うん、長芋と納豆があればとりあえずできます。でもあれだね、これだからつなぎのものを少なくして、ね、ネギと納豆がこう具がしっかりしてるから、そう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 、糖質も意外と気にならないというか。そうなんですよ、ね、野菜も取れるしね。ね、そう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 、タンパク質と出て野菜も取れるという。そうなんです。納豆とニラネギメインだとすごくヘルシーでいいと思います。もうほんと切って混ぜて焼くだけなので、あの慣れれば5分で、5分もかからないです。これあそう5分かからない、ほんとに。だって全然俺やるわ。だってほらじゃがいもだったら皮むくのちょっと面倒ですけど、うん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 、長芋だったら結構簡単じゃないですか、うん、するのも。ああね、すりおろしたやつちょっと洗うぐらいのね。そうそうそう、山田さんこれだったらできそうですか。いやもう完食です。あ、やれますね。あ、これやりたいと思います。よかった。この辛い系のやつつけるとビールにめっちゃ合います。そう、合います。はい、皆さんコツはあの油多めでやると絶対に焦げつかないので、これで神山のビール飲みたいと思います。ありがとうございます。今ねザ・ベイラインの公式ツイッターの方にレシピと写真が上がったと思いますので、よかったら皆さんリツイートといいねの方をお願いします。以上クックロビンのコーナーでした。はい、ごちそうさまでした。さあ続いてここで一曲聴いていただきたいと思います。このベイフェムのね、もちろんおなじみです、ポルノグラフィティのナンバーです。今週末にはこのベイフェムのすぐ隣マッカリメッセで開催されますアミューズフェス2019に登場ということです。お送りしましょう、ポルノグラフィティアゲハチョウ。海浜幕張にありますベイ FM から生放送でお届けしてきたザ・水曜ザ・ベイライン、ラストはですね、今年結成30周年を迎えたルナシーの最新曲です。今日リリースのアニメ機動戦士ガンダムジオリジン前夜赤い彗星のオープニングテーマ、ルナシー空の歌 Higher & Higher。 終わりな、thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイライン、エンディングのお時間となりました。プレゼントの当選者発表は発送をもって返させていただきます。はい、はい、今クックロビンね、そうやりましたけど、ツイッター見てたらですね、うんうんうん、嬉しいですよ。ツッチーさんがクックロビンのおかげで料理をするようになった、ほら、うん、これも作るぞとかね。ほら男性ですか、女性の方かな。 ですかね、うん、あとね、うん、あのコケピンクさん、種にキムチとか混ぜても美味しそうとか。ああ美味しそう。あとね、トムさんがニラがないときオクラでもいいかなって書いてあったんですけど、オクラでも美味しそう、はい、オクラと納豆いい、ね、両方ともあのネバネバ系で僕も大好きですよ。ね、皆さんぜひ自分よりアレンジもしながら、オクラいいんですよ、ね、オクラはあの糖質の吸収を、ね、抑えてくれるんですよ。そうなんだ、本当にいいじゃないですか、うん、みんなでアイデア出しながら、一時期オクラばっかり食べてたから、うん、大事、暑いとねそういうのも食べたくなりますもんね、うん、その季節のね野菜を使ってもいいけど、うん、ベースはね、どなんでしたっけ、な長芋と納豆ね、 それにお好みの野菜入れればいいんだ。皆さんよかったら作ってみてください、はい、ということで今日クックロビンでしたが、来週はラジオなのにフォトバトル、はい、さあ、ま、今日もお題を決めましょう。はい、いくつかこう入ってるんです、候補がね。いいですか、それでは聞きますよ。今んとこ6戦して私の5勝1敗です。さあ来週はいい景色、おおそういうので来ましたか、景色か、いい景色ね、景色、いや、はあはあはあ、景色全然撮らないかも、はあ、いつもねあの夕日が落ちていく瞬間スタッフさんが素敵な写真を、よしこれはねこの季節いいの撮ろうじゃないですか、負けてられない、どっか遠出、あ私週末するな、どこ行くんですか、地元帰りますね、あらちょっとちゃやばい、ちょっと私も僕がアラジンの取材とかプロモーションでちょっと地元行くんですけど、まあ、そんな自然豊かなとこ行くかな、まあ、ちょっと行けばあるんでね、いいな、私もちょっとボストン帰ろうかな、はい、どうぞ帰ってくださいさあ明日のこの時間木曜ベイライン、鈴木やケイシャと伊豆の亮さん、はいね、コンビですよ、楽しみに、楽しみに、そしてはい、あ、そしてはい、あ、もうそれ言いました、ね、はい、はい、そしてベイフェムこの後7時からはインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さん、こんばんは、ニラと納豆でいいですよ、うん、ニラと納豆でかなりな匂いが充満しておりますけど、届いた、これからやるっつうのね、はい、すいません、ごめんなさい、放送前にいいんです、もう食べちゃいました、食べたの、食べました、もういいですよ、辛口でいいですよ、もう出されたら速攻食べます、辛口でいいですよ、辛口の批評でていうか、やっぱりあのお酒飲まなくてもこういう酒のつまみ系っていうのはうまいっすね、あ、よかった、ね、おかずにもいいですよね、でもね全然白いご飯にも合うし、うん、そうですよね、ていうかこれ毎週毎週考えるんでしょ、各週で
あ、各週か、はい、はい、本当に全部自分で考えてんの？そうですね、よく作る。あ、でも先週はちょっとおしゃれぶっちゃったんで、今日はあの、はい、いつも本当に作ってるやつ。でも別に誰かついてるわけじゃないんだもんね。そうですね、偉いよ。宿題抱えてるってことでしょ各週で楽しいんですよ。あ、楽しいんだ、はい、あ、だやっぱ楽しいと感じる人ならね、キッチンに立つ資格がありますよ ね、 ね、そうだよ、楽しいと思わなきゃね。私だったらこんなね、各週で何でもいいからメニュー考えてこいって言われたら、うん、その番組降ります。降りる、そこまでか。降りちゃいますか、ね、あまりのプレッシャーで。でも毎回どんな素敵な音楽をお届けしようかっていうのをずっと考えてらっしゃるじゃないですか。そっちの方が全然いいです、ね、今日はどんな音楽ですか。どんな音楽、今日は、はい、今日音楽どんな、うーんとね、うん、音楽どんな、音楽じゃなくてもいいや、音楽どんな、音楽じゃなくてもいいや、まあ、あの新旧問わずですよね、うん、ちょうどあの、うん、聞きたいなと思うタイミングで懐かしいのかけてみたり、うん、最近の最新ヒットはどうなってんのかなと思うタイミングで最新ヒット入れてみたり、痒いところに手届くわ。そうそう、忘れていたちょっとぽっかり、すごい古いわけでもなく、すごい新しいわけでもない真ん中辺のちょっとこう引っ張り出して、うん、あったね、あったみたいな感じのミュージックセレクションです、うん、全部網羅してる、さすがです。はい、この後すぐです。はい、頑張ってください。お願いします。スタジオはニラのと納豆の匂いが、ね、申し訳ないですね、すごいするでしょうけどもね。はい、というわけでお相手はバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でした。流れ星の二人ありがとうございました。本当に、あ、それロビンのお姉ちゃん、あ、そうだった、ありがとうございました。